緊張するわ ね大丈夫緊張してた、うん、ちょっとだいぶ下ネタばっかりいいじゃないのよ、下ネタばっかりあんたねえ、はい、そう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 、うるさいわね下ネタばっかりって言ってねえ、そうよ、嫌なの下ネタ聞くの、ほんとあなたも下ネタのことを考えてる両親とパコパコしたからあんた生まれてきたのよ、この世から、ね、こんにちはよ、ミカちゃんありがとうございます、そうだよ、そうよ、うん、そう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 、到着しましたね、到着しましたね、皆さん行きましょうか、ねえ皆さんいい、ちょっとあのですね皆さん、このねあ石門は言い伝えがありますね、はい、そうですね、あのねカジマルくんね、そうよ、言い伝えがあるね皆さん、それ知りたいですか皆さんね、旧岩淵水門のことを皆さん知っていますか、ここね結構ねこれ有名なのよね、カジマルくんね、すごい有名よね、そうそう、うん、知りたいですか皆さん、いいわよ皆さん、いいいい言うわよ皆さん、うん、教えてあげる皆さん、ね、いい、ちょっと寒いわね、そうそう、カジ君、そういう寒い、ここ何一体読む、どういう風ないわくつきがあるのかどうか、カジ君言ってもらっていいですか、いいですかカジ君、お願いしていいですか、何これ写真、カジ君、私なんか画像送った、ねえ、ここは言い伝えがねあるのね、あるのよ、ちょ待ってね、そうそう、じゃあ皆さんちょ聞いてくれる、1910年の、じゃあみんなね、はい、じゃあお願いします、はい、はい、じゃあお願いします、はい、はい、じゃああの言ってください、はい、ここはですね1910年にですね、あの荒川で大洪水が起きたんですけど、うん、それでかなりのね大きな被害を受けて、荒川で、荒川でね、1924年、この岩淵水門っていうのが建てられたんですね、うん、で荒川と隅田川の分支点になっているんです、うん、なので人々を守るために水門ができたんですけども、なぜか心霊スポットと呼ばれるようになったんですよ、うん、その理由がですね、荒川と隅田川2つの川から水死体が流れ着く場所と言われているんです、うん、夜になると荒川の水面にですね、バラバラの死体が浮かんでいたり、何よちょっとストップ、みんながうるさいっていうの、 BGM BGM あった方がなんか雰囲気があっていいでしょ何よじゃあこれにしましょう、はい、大丈夫、じゃあ向こうお願いします、はい、最初から、あ途中からお願いします、はい、人々を守るための水門なんですけど、なぜか心霊スポットと呼ばれるようになりました。その理由としては、隅田川荒川から死体が流れ着く場所と言われるようになってます。それで夜になるとですね、水面にバラバラの死体が浮かんでいた、うん、橋の上から女性が飛び降りているのを見かけた、うん、などの噂があるそうです。怖いわね、鍵閉めた、鍵閉めた、 OK ね、皆さん怖いわね、ここにじゃあ始まるくんね、ねえ、駆けつけっぱなしなの、やだーカージュくん、ちょっと持ってかれちゃう、車、あなた盗まれちゃうね、盗まれるわ、あなた、そうそう、じゃあ行ってみる、行ってみる、これね、じゃあ行ってみようか皆さん、ね、とりあえずね、どういうところかね、大丈夫カージュくんね、いや怖いわねカジマルくん ね、 ね、ちょ慎重に行きましょう、ライトね、ラララライ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 ライライライよいしょ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 、ここがね岩淵水門の入り口ですね、こちらがなんと、ね、うわ寒いね結構ね、さっきさ車があったね皆さんね、あの車じゃ一体何なの、一体じゃあれは、怪しいわねカジマルくんね、カラーでね、確かにそうね、降りてみるカジマルくんね、みんな降りるよ、ここか、
ね、降りる？どこか変な感じする？なんかちょっとすごい雰囲気が久しぶりに来た。人がいるのかな？釣りやってんのかな？あ、釣りね。結構釣りも釣れるんだよね。そう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 、隅田川の合流してんだよね。待って、あそこに人いない？え、声しない？声するよね。ん、あ、人いるね。あ、電気ついてほら、ほら見て、あそこ電気ついてる。人いるね、あそこね。うん、明るいわね、梶丸くんね、これねえ、そうそうそう、これはびっくりじゃない？これびっくりだね。うん、照らすと切れる人いるから照らさないんだ。あ、そう、そう、怒るの？この前怒られたんだよ。嘘、いつ？あぶせーよーとか言って。誰が言われたの？僕。嘘、どこの心霊スポットで？火葬場。火葬場で？そう。どういうこと？火葬場の心霊スポットに行ったらね、うん、あのおじさんがいたのね。うん、なんで？夜に？警備員の人。あ、うん、それで？で、警備員の人照らしたら、うん、まぶせーよーって言われたの。あ、言われたの？そうそう。嘘、本当。それ怖いわね。本当。火葬場にいるんだね。そう、いるのよ。夜に？そう。ええー。すごい穴場の火葬場なんだよね。本当。セコムとか入ってない代わりに。ああ。警備員が住んでる。立ってるんだ。そう、警備員。そうそう。何の、何の音？ちょっと音するね。うん。音するわね。音する、音する。そう、音するわよ、ほら。喋ってる音するけど、ここがね、皆さんほら見て、久しぶりね、旧岩藤水門よ皆さんね。こちら、うん、これがオットフェス会場。そう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 、あそこがねステージでね、ほんと、うん、お楽しみにね、ほんと、うん、じゃあ行きましょうか。明るいわね、ほんとこれ。ねえ、明るいわね。いや、え、何、自殺すんの？どこなの？どっち？自殺は、自殺は多分向こうの橋じゃない？向こうの橋から何、飛び降りて流れてくる感じなの？どういうこと？死体を荒川に捨てて、なんか来たのがここにたどり着く。あ、そう。隅田川に捨てて、うん、ここに流れ着くっていう。あ、そう。なんか話の感じだと。怖いわね、皆さん。ここで多分自殺っていうのは多分ないと思うんだよね。ないのね。ないと思う。誰？え？カジュ君、ちょっといいライト。はい、ライトある？これ、これ、これライト？ライト、ライト。これどう、これどう、これ、これ明るい、これね、カジュ君。これ、これ、こっちでいい？カジュ君ね。誰かいる？誰かいる？誰かいる？誰？誰かいる？誰？誰？誰？うん。誰？誰？音を出して。誰？どう、カジ君、なんか感じる？なんかすごいなんか。うん。どうしたの？なんかさ、心霊スポット行ってもさ。うん。思うところとさ、うんうんうん、嫌だなって思うところがある。あるある。それどっちかって言ったら今日なんか、うん、なんか起きそうね。なんか起きそうな感じする。うん、わかるわ。私もそう思うわ。ね。うんうん。なんかわかるわかる。うん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 。あのね、家族、私今日すごいわよ。顔が、あ、今日顔メイクするけど、うん、あの鳥肌がすごいわ。鳥肌立ってる。うん。地震起きてる？え？地震って何よあなた？ね？何地震って？地震なの？ほんと地震、どうせまた1とか2でしょ、またどうせ地震が、地震地震ってどうせねえ、ほんと震度3、どこで震度3よ、ほんと
どこよ震源地は、どこが震源地なのよ本当。あたしって書いたなんて許さないなんて本当もうねえ。そう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 。あんたねえ、ここが橋を渡ってね島にね降り立ちました。どう、なんかいる？どう？怖いな今日。今度怖いわ。いや鳥？鳥？誰？今誰かって言った？誰？なんか言った？おばさん？何今？え？カジ君？今何今ちょっとあった、トランシーバーかなんか出してる？いや何もやってない。何の声？いるの？人がいたね。あ、そう。どう皆さん、ここ風が強いわね。皆さん風がすごいわ。カジ君風が強い、風強い、うん、風をもっと強く吹かしてみて。いるでしょ？え、ちょっと今日怖いわ。いるでしょ？風をもっと強く吹かしてみて。せーの。どう思う？風強くなった。なるほどね。音を出してみて。音を出してみて。せーの。音を出してみて。音。なんか怖いわね皆さん、ちょっと今日は。いや、怖くない？怖い。これ何？これあれだよね、今できてる新しいやつの前の橋の、あの水門のある部品だよね。あ、そうなのね。結構古いね。かなり古いと思う。何年前の？いや、いや、いや、ちょっとあなた、ちょっと今聞こえた？なんだって？ちょっと今聞こえた？聞こえたの？聞こえなかった今皆さん。あ、そう、聞こえなかったんだ。聞こえるときは聞こえる。最初すごい声してたけど、男性がねって言う、なんかこう引きつったような、なんかそのこういう声をね出してたよ皆さん、ここで。なんかここら辺でさ苦しみながら死んでない、もしかして。違う、皆さんここでなんかね苦しみながらの声だったわよ。ここでなんかあれでしょうよ、なんかあったでしょ、ここら辺で。なんかない、皆さん、ないか。でもあれだよね、バラバラにされて流されたっていうのはよく聞いた。遺体をバラバラに解体して、川に流してこの辺にたどり着いたっていうのは有名な話よね。
バラバラの人。いやーちょっと怖いわね皆さん。このこっちねえ皆さん、ここちょっと怪しくない？ここ写真撮りましょうかね。なんかね、カジュ君どう思う？なんか暗いから。そう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 、写真撮りましょうよ皆さん。ここでね、このさ、この枝、なんか異様な感じのなんか形をしてるのよ。なんか気持ち悪いだね。首筋かなんかあった？ない？ないかな？ここで首筋ない？ないか。なんか変な形してるもんね、木が。ほらこれ簿記って、ほらカジュ君、ね、ほら見てこれ簿記って、何これ、これ折れてるじゃない木を。折れてる、うんうん、違うかなこれね。切ったのかなこれ、切ったのかなこれ人が。そういうことじゃん。あーね、違うのか。じゃあプラムありがとうございます。切った感じではこれないと思うよカジュ君。汚いよあの切り方はね。皆さん思わない？この木よ、この切り口がなんかおかしいのよ。わかる？これ綺麗に、まあ、なんか臭いよカジュ君。ここ臭い。なんか釣りあったかな。ほら、いやー、ちょっとカジュ君、ちょっとカジュ君、この木おかしいですよっていう風に言った瞬間さ、俺今すごい鳥肌立ってる。上から聞こえたでしょ。いやすごい鳥肌立ってる。なんて聞こえた？カジュマル君今上で分かって何言ってるか分かんなかったけど、うん、すごい今して今鳥肌やばいよ。あのね、皆さん、この木なんかおかしいわねっていう風に言った瞬間さ、って上からなんかおかしかったよね。うん、上から音がしたの。あ、待って、こうカジュマル君ここら辺、私たちもしかしてね、あの囲まれてるかもしれませんね。あのカジュマル君の後ろからも音するわよ、これ結構音する。これで匂いもね、あのちょっとこう焦げついた匂いがするわね。臭い、うん、ここ、いや、うまいでもなんでもなくて感じるのよここ。皆さん、うん、鼻につくのよすごく。うん、鼻にこうまとわりつくの、焦げてる匂いがずっと。なんかこう鼻を通して鼻の奥までこう続くっていう音。おならしたでしょ。うん、ね、おならしたわね。ちょっとあなた、ね、怖くなるとおなら出ちゃう。おならしてる場合じゃないのよ。本当あなた。本当ね。怖くなるとおなら出ちゃう。ちゃね。うん、ヘをしてる場合じゃない、ヘをね、カジュマル君。うん、そうよ。これ下降りましょう。うん、下降りましょう。皆さんいい？ちょっと下降りてきましょう。あるわねここ、うん、どうしたのカジュマル笑って。あ、何どうしたの？臭いなと思って今日。あ、そう、何が臭いの？カレー変な感じするわここ皆さん、うん、そうヒュッとね閉めて。風強いね。誰かいるよねカジュ君。写真撮ってくるな、あそこの部分、あの木の部分ね、あのちょうどこの木の部分ね、これちょっと怪しいんじゃないですかね。うん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 、あのね、あの木なん、あのね、皆さん、あの木なんだけど血に見えるのよ。あのその切った部分がね、すごい血に染まってるように見えるのよ。
まあ、別にそうじゃないんだけど、そうこの木の切れ端の部分がね、そうすごくね不気味なのよ。あそこなんか、あそこ多分なんかあったと思うよ。怖い。何が怖いの？顔認証した。嘘。やっぱりどこの部分？じゃあカメラで木のところ撮ったら、うん、顔認証した。ちょうど私が言ったところの場所。やだ、ビンゴ。ビンゴ。顔認証してる。ほらほら。あら本当だわ。顔認証してる。普段顔認証なんかしないんだよ。あ、しないの？スマホ？そう。スマホ顔認証しないのに。したね、顔認証。あの木何かある？皆さん、あの木、ね、あの木なんかあるの？これだね。すっごい私気になるのよ。ちょっと、カジュ君。怖い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 。ちょっとバキバキ音するわよ、あんた周りで。大丈夫なの？これ。怖い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 。ちょっとカジュ君。怖いよ。音がやばいよ。なんだ。ねえ、あの木何かあるの？あ、わかんない、何も情報載ってなかった。カジュ君何知らないの？いや、あそこ何も知らない。この木の情報でも不自然よね。いや、首吊りかなと思うんだけど、違う？皆さん違うかな。うん、不思議な感じはしたのよ皆さん。あ、プラムありがとうございます。昇進な感じがする。あとね、カジュ君、はい、すごいあの焦げ臭いのよ。あれ焦げ臭いんだろうね。そう、焦げ臭い匂いがするの皆さん。しかもさ、カジュ君さ、うん、左の足が痛いのよ。やばいやばい、左の足痛い、やばい、これやばいよ皆さん。まだね、いや臭いってな、声した、あれ人たち、人か、なんだ、誰かいるの？誰？声が反響するわよ。本当だ、声が反響するわよ。するわよ。バッター後藤くん。バッター、どう？いいわね、いいわね、これね。すごいっすよ。ああ、ちょっと怒られちゃったねえ。この下ね。あ、萌えちゃんありがとう。萌えちゃんありがとう。しょ、誰かいる？誰かいるかもね。どう？いやー、カジュ君ここすごいわよ。鳥肌がさっき立ったんだけどさ、うん、やっぱ下降りてきたらまた鳥肌立つんで、うーん、鳥肌がやばい。ここ皆さんすごいわよ。スーツケースとかある？ないわよ。え、やめてよ、スーツケースあるとか。あなた、いやー、上かな。ね、皆さん下ではないわね。やっぱり皆さん、さっきの木よ、木。何？どうしたの？怖い怖い怖い。何？声が反響するわ。なぜ？誰？この反響は何なの？プラムありがとう。プラムありがとう。何？どうしたの、カジマル君？反響するなと。そうそう。社民党の大変でございます。ちょっと待った。え、大丈夫？どうしたの、カジ君？大丈夫。あ、本当？うん。すごい反響するわね。音がね。うん。うん、ちょっと。こう草すごいわね、ここね。ここ。こう柵を乗り越えないでって、これすっごい柵ちっちゃくない？すぐこんなのさ、ジャンプしちゃうわよ。あ、何？あら、鳥？うん、そうそう、ね、鳥がいるわ。鳥が、ねえ、カジュ君、これ何？これ何？これ何？これ、これは何？え、これさ、石碑？これ何なの？
え、これ何、何今の、うん、落としたよ今。パッキンって、パッキンっつったよ前。誰した、誰がいた、パッキンっつったよ誰、誰、え、これ何カジュ君ん、これは何だろうね、なんかあれかな、何かの印かな、これよく見かける、昭和のやつ、教会栗かな、土地を、土地の範囲を示すやつ、これって。 あ、別に全然何、何も問題ないのね。教会栗ってやつ、あ、教会なんだ、うん、はいはいはい、教会か、教会系ね、うん、よしょ、でここは何？ここ何？こういうところってさ、うん、もし死体が上がった時にさ、こういうところにビニール袋広げて、うん、こういうところに死体置くのかな？いや置くんじゃない？ここで。なんかね。遺体を？遺体をさ、上がった、いやー怖い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 。ビニール袋に乗せて。怖い怖いわ皆さん。怖いわよほらあなた。ここで。誰かいますか、誰かいますか、何おならした、またおなら、怖いとおならするのよ僕、また本当に怖いとおならする、誰かいますか、誰かいますか、やっぱりね、カジ君ね、私あの上よ、うん、あの木、うん、私たち皆さん、あの私思ったんだけど、あの木よ、木かな、うん、あの木がものすごくね、うん、変な感じするの、うん、うんうん、あそこらへんかな、うん、うん、ちょっとやりましょうか、こっくりさんを、ね、みんないい、ちょっと、うん、そうそう、うん、この木なんの木、気になる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 木よ。ね。名前も知らない木ですから。だったらこっちから勝手に名前をつけたらええんとちゃうんかいよ。ね、ほんと。でしょ？皆さん。そうそうそう。よいしょ。よいしょ。そうよ。ね。よし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 、名前つけよう、名前つけるの、うん、そうね、わこれ何、見てこれ、なんかほら石みたいなものがあるわ、これ何、石が、石、こんな椅子あった、昔、なかったよ、前、今何、声聞こえた、聞こえてきてる、誰だ、うん、座る、うん、なんか声したね今、なんかね、聞こえた気がするけどね、座る、電気流れないから、うん、大丈夫よ、ダメだ、怖い、女性の声がしてるって、カジマル君、あいて、どうしたの、大丈夫大丈夫、女性の声がしてるってよ、女性の声、うんうん、ね、怖い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 、怖いわね、怖いわね、する、する、カジマル君、いや、さっきずっと男の人の声聞こえたけど、男性の声、男性の声が、やっぱりね、カジマル君ね、うん、あの木よ、あの木かな、うん、あの木、ちょっと怖かったねけど、うんねえ、除霊ね、そう、除霊してるのよ、匂いでね、ほ、うんと、ちょっと、うん、大丈夫大丈夫、皆さん匂いする、その匂いする、そう、そんな匂いするかしら、匂いする、ちょっとした、うっそちょうど風上だからね、あー、そう、そっちの方に 風でね、うん、行ったのかもしれないわね、うん、ねえ、そうよ、ネスピー、ね、あれよ、ファーよね、ほんと、うん、そうそうそう、やめなさい、うるさいなんだわ、ほんとね、
そう、ここよ、ここね、なんかこう初めて見たな、ここここ、この木よ、そう、これはなんでちぎり取られてんだろう、ね、おかしいよね、ここおかしいわ、念が入ってるよ、これこれ、この木写真撮りましょう、カジマル君、やっぱり認証した、この木顔認証する、皆さんこの木が認証するんだって、顔認証するんだよ、どれ見せて、今消えちゃってる、あ、ほらほら、わかる、どれ、うん、しなくなっちゃった、しない、しなくなっちゃったね、不思議だ、なんだろうね、不思議だね、顔認証しないのに皆さん木はねえでしょ、びっくりした、びっくりしたね、ええー、ここで多分きっと何か起きたわね、カジコ、うん、だと思うよ、ここね、いや何か起きたの、あ、ちょっと待って、ここで今何か起きたのよって言った瞬間さ、うん、うん、だって、うん、ちょっと今うんって今言った、うん、って言った、今カジマル君の近くのところで女性かなんか、多分男性、多分女性だろうね、うん、って今言ったね、なんか聞こえたよね今、うんうんうん、うん、ってそうそう、あ、ねえねえ、やっぱりね、ここであの首吊りあったんだって、あったの、うん、そうそう、やっぱこの木ビンゴなんだ皆さん、あの木、その辺は今でも首吊り多いですよ、やっぱり皆さん、あの木切られてるの、首吊りなんだよ、回収の跡だって、やっぱり回収されてる、おかしいと思ったのよ皆さん、やっぱりすごい、どれどれ、これほら、これこれ違う、これこれこれどれ、これ多分これも怪しいわね、これ怪しい怪しい怪しい首吊りだらけよ、怪しい、ここだったらさ、うん、人来ないからゆっくりできるって、そうだけどね、折れちゃった折れちゃった、ここで自殺するって結構あれじゃない、なんだ、うん、あの多分さ、まあ、誰かに見つけてほしいんじゃない、絶対誰かに見つかれる、うん、じゃ誰かに見つけてほしいから皆さんあれでしょ、ああやってするんでしょ、ここで、うん、自殺を、嫌だなこんなところで最後は、その首を吊った木ってあの侵食されてなんか腐るんだってよ、そうなの、でなんか今あのコメントあったよ、うん、やっぱりそうそう、首吊った木は腐るんだって、あ、そう、カジュ君ここでやりましょう、こっくりさんね、皆さんここで正体をちょっとね、相手の正体をね、ちょっとそう暴きますよ皆さん、ここでね、いい、怖いわ、そうそう、みんな行くわよここで、そう、ね、今日はね、予言の時間もらうと10分よ、10分ね、絶対なんか起きるはずよ、そうだよね、うん、ここでやりましょう、カチ君どう、あ、こっくりさんね、そう、どうも、ここでやる、寒い、うん、大丈夫だけど、うん、そうそう、持ってきてないから車で行きましょう、車行きますか、車行きましょう、めちゃめちゃ怖いですね、いやドンだって今ほらね、ドンって、めっちゃ怖いよ皆さん、あれちょっと危ないわよ、ここ皆さん、ここ笑えないわよ皆さん、怖いわよここ、あなた、うん、カ
ハジ君はコクリさんは大丈夫なの？大丈夫よ。大丈夫。一人で子供やっちゃったらちょっと電話があったからね。この間カジ君すごかったらしいわね。すごかった。どうしたの？意識飛んだの？ちょっとね、何にも覚えてないの？って言っていいぐらいね、うん、何も覚えてないの。いやーカジ君どうかな皆さん。何も覚えてないんだよね。ねえ、高齢気質もしかしてね。いや危ないな。ねえ、そう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 、うん、うん、ってことは何、危険行為で番、何が、何言ってるの本当。121号さん多分チェックだね。何が変なことばっかり。嘘、うん、誰、何て言ってるの。なんか、うん、なんかただの年齢じゃんとか。本当、うん、うん、まあちょっとね、あの死にたいのかしら、うん、ね、本当。あ、プラムありがとうございます。うん、バンには敏感なの、うん、死にたいのあなたは、うん、そう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 、どうなの、ワンツーワンは、うん、何ワンツーワン、何なの、うん、消してほしいの、ワンツーワン、ワンツーワン聞いてるの、ワンツーワン、うん、どこ行ったの？そうそう、逃げたの？消えたの？ワンツーワンは。ワンツーワン。うん。確かにね。私ね、カジュ君いつも思うんだけど、空のこの色がね、うん、おかしいのよ。なんかちょっと色がね。そう、これ毎回ね、私ね、あのいつも思うんだけど、ここにいつも来るんだけど、あのね、おかしいの、空が。そういうの変だね。いつも変なの。空が、そうそうそう、工場とかあるのかしら。あ、工場はあるの？工場と違うんじゃない？あんまないね、工場とかね。いや違う、私毎回来るのここに。でもね、色が絶対おかしいのよ。なんでだろう、ここ皆さんいつもちょっと明るめの色なの。うん、あれかね、新宿からここ遠い？近い。あ、ちょ、あ、遠いかもしれない。遠い？どうして？なんか街のネオンかな、うんうん、そういうことなの？これ皆さん。臭い、なんか臭くない？誰？なんか匂いする？なんか匂いする？変な匂いだね。誰？匂いする？うん？都内だから何、光が反射してる？そうなの？これ。本当に？これ反射してるか？そういうこと？これって。あ、そう。見えるんだね。ふーん。じゃあ不気味だわ。予想多分1時35分だったかな。10分だね。そうそう、10分よ皆さん。そう、どうなるか皆さん。いやーちょっと怖いわね、カジュ君。だからコクリさんのちょっとボードをね、ちょっと取りに行くのよね、カジュ君ね。そうそうそう、行くのよとりあえず。何が鼻息うるさいのよ。何あなた、ワンツーワン。次リーチよあんた。リーチ。ほんと。リーチよ、ほんと。次言ったら銃殺するからね。あなたほんと。ねえ。いい？そう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 。予言の時間何かあるわねって言った瞬間、ふーんってなんか誰か言ったの。嘘でしょ？やめてよ、誰よそれ、何ふーんって、何ふーんって、そうそう、うん、ふーんって言ったみたいよ、カジ君。やった、そうそう、何、鼻息がうるさい、うん、はいはいね、死んでね、ね、死んでね、パート2よ、うん、ほんとね、しつこいわ、ほんと、21号がうるさい、そうそうそうね、はい、ちょっともう死んでもらったわ皆さん、もうほんとうるさいから、うるさいわね、ねえ、ほんと邪魔しないのね、え、邪魔しないでほしいわね、だよ、ここは今ね、ちょっとカジ君、ここ電気ついてなかった、さっきついてなかった、
何かついたからここでやる。ここね皆さん、さっきさ電気つかなかったの。何ついたんだろう。ライトね、なんかついたね急にね。電気ついた皆さん。人が来たからかな。え、なんで皆さんこんな、これさっきから電気ついたっけ。ついてなかったよ ねえ、どうしたの急に電気ついて。怖いわ皆さん。お呼ばれ、あ、ここでやるってこと皆さん。だってここねえ、カジュ君ここ電気なかったよね。電気ついてるほら。怖いわねここ。何これ皆さん。ここでやる、やりましょう。ならなんかやりやすそうだね。そうここで多分やるってことよ、カジマル君。やりましょう、やりましょう。そうここでやってほしいのよ、ね、きっと。そうよきっと、そうよ、そうきっとそう皆さん。やりましょう。感じるカジュ君、感じる？どう？カジュ君どう？何かを感じる？どう？カジュ君どう？この現場来た瞬間に何もないっていうところとあるって言ったけど、うんうん、こっちはある場所だからね。ある場所ね、ここね。うん、ね、よし。みんな準備はいいかな？今から私たちはね、やるわよ。やりましょう。ね、カジュ君ね。はい。私たち。よしさ。オッケー、あ、皆さん無料お願いしますね今のうちに。 ね無料いいよね。有料もなかった皆さんお願いしますよ。本当見たいでしょ、ね、見たいでしょ本当ね、え見たいでしょ。あ、プラムありがとうございます。ありがとう。あれカジュ君ってさ充電器持ってる？充電器あるよ。借りてもいい？いいよ。ごめんなさいちょっともう本当もう何でもかんでも置いていくんだから。私にさねえ、ちょっとさあ予言なんですかって。予言？うん、すぐ予言ね。何だよ。あ、すいません、ナイスだ。投げてね、ナイスも押してね。ほんとナイスは少ないわね、無料は少ないわ、有料は少ない。ダメよ皆さん、ほんとそれでは問屋が下ろしませんよ。ダメですね。ね、いい皆さん、問屋が下ろしませんよ。これではダメよ。ダメよね。ダメよ皆さん。いい、ちょっととりあえず。あ、萌えちゃんありがとうございます。これいいね。これいいでしょ。これこれいいよ。これ欲しいわ。これいいよ。欲しいよ、ね、障害の、うん、いいよね。あじえちゃんありがとうございます。軽くて明るくてね、長持ちするのいいわね。最高よ。萌えちゃん、じえちゃんありがとうございます。萌えちゃんありがとうございます。じえちゃんありがとうございます。匿名さんごっこありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。さあ行きましょうか。行きましょうか。じゃあね、皆さんいい？行くわよ。早速。早速ね。はい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 。よいしょ。じゃあ行きましょう。カジュ君ね。行きましょう。大丈夫？カジュ君行ける？行きますね。行ける？カジュ君ね。じゃあ行きましょうか。うん？今日どんな人来るんだろうね、一体ね。うん？ちょっとやってみる？行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ言ってみる？はい。じゃあみんな行くわよ。じゃあ感触持って。はい、行きましょう。脱ぐ？いや、脱いで。ね、一緒に感触行くわよ。いや。じゃあ行きましょう。茶番の始まり？うるさいね。ね。うるさいね、みんな本当うるさいわね。うるさいな、本当。なん茶番の始まりって本当ね。ね、黙って見てて本当うるさいわね。なんこと言うわね。じゃあ行く？行こう。じゃあ何だっけ？こっくりさん。こっくりさん、もしおいでなられましたら、はいへお進みください。行くわよ。
せーの、コックリさん、コックリさん、もしおいでなられましたら、はいえ、お住みください。そうでしょ、早い、早いね、カジュ君でしょこれ。僕じゃない早くない、来るの早くない、今日おかしいわよ、カジュ君、カジュ君おかしいわよ今日、早いね今日ね、これどうなってんの今日。カジュ君聞いてみて、はい、うん、お願いします。わ、はい、かりました、うん、コックリさん、コックリさん、うん、あなたは、うん、なぜここにいるのですか。どういうこと。あ、ダメだね、ちょっと待ってね、うん、違うな、名前聞いてみる。名前聞こうか、うん、名前聞いて、カジ君どうしたのカジ君。ちょっと、ね、うん、早く、うん、早くちょっと聞きすぎたわ今。どうぞ。コックリさん、コックリさん、あなたはお名前はなんて言うんでしょうか。あなたお名前はちょっとコックリさん、コックリさん、うん、あなたはなんて名前でしょうか。でしょう、お住みください。でしょうか。夏何、夏子、夏子、夏子さん、夏子ね、夏子、夏子、夏子、うん、夏子ね、夏子来た、夏子、夏子さん来たね、うん、夏子さんね、夏子さん、じゃあ私聞くわね。コックリさん、コックリさん、あなたはなんで死んだんですか、教えてください。なんで笑うの。コックリさん、コックリさん、なぜあなたは死んだんですか、教えてください。どうしたの。なんで笑うの。なんで笑うの。は、何はって、は、橋、で、橋で、橋で、橋で、お、橋で落ちた、あ、溺れたんだわ、橋で落ちた、うん、橋で落ちた、夏子、夏子ね、うん、え、夏子、もう昔質問して、なんか夏子は橋で溺れて死んだのよ、橋死んだから、ここだ、ここの橋なの、どこの橋なんだろうね、聞いてみて、はい、コックリさん、コックリさん、うん、あなたはなんていう橋で落ちたんでしょうか。コックリさん、コックリさん、あなたは何という橋で落ちたんでしょうか。うんうんうん、さん、動いた？来た。何？木？金？何、金じゃない、金、金、金玉、違うでしょ、違うでしょ、金、金、何、金、金糸、金糸、蝶かな、金糸、金書、金、金、金書か、どういうこと、金城、あ、金城か、いや、金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 城、金城なんだね、金城、近所の橋で落ちたってこと。なるほどね。コックリさん、コックリさん、近所の橋っていうのはどこなんですか？教えてください。地名で教えてください。コックリさん、コックリさん、近所の橋はどこなんですか？地名で教えてください。どう思う？わかるかな？わかんないのかな？わかんない、それ。ダメ？
ね、これだ。みたみたみもたみもって橋があるのかな。どこわかんない。あんの。たみも橋ってある。たみも橋そんな橋あんの。こんなもんねえだろ。聞いたことないね。何それ。ダミモ橋。ダミモねえ何それ。ダミモ橋って一回質問してみて。他にも、はい、うん、こっくりさん、こっくりさん、あなたは殺されたのですか、うんうん、それとも、うん、自分で死んだのですか。教えてください。はあ、はあ、し、はしか、な、おう、お、お、押す、橋から押す、押す、押す、押すらーれた。明日から押すられた、うん、橋からだからなんだね。押されたって。押されたんだよ、うん、押すされたっていうのね、へえ、すごいわね。やば、うん、橋からおどう思った。なんか感じた。なんか今気配あったよね。今なんか気配を感じた。気配を感じたね。そう、橋から押す、うん、されたんだね。いつ聞くわね。いつかね。こっくりさん、こっくりさん、それはいつの話なんですか。こっくりさん、こっくりさん、あなたは西暦何年に亡くなったんですか。教えてください。何どうしたの。な、何、そうそう、大丈夫、うん、1、何、どうしたの、パン、どうしたの。180074年。夏子いないだろうがよ。嘘つきね。1874年って何。嘘に決まってんじゃないのよ。何時代。江戸時代でしょ。江戸時代だな。嘘だよこんなの。夏子、うん、夏子嘘ついてる。これあんた、これちょっと低級例かな。言って。嘘でしょこれ多分。言って。低級例だこれ。嘘よ。どうするかこれ。夏子、明治7年、うん、明治7年に夏子いるかな。夏子っておかしいでしょ皆さん。あなたねえ、うん、そうそうそう、こっくりさん、こっくりさん、夏子という名前は昔にはないでしょ。嘘つくんじゃありません。西暦何年なの教えてください。1900何年なの言ってください。こっくりさん、こっくりさん、ちゃっちゃ、かじゅくんの顔よ。かじゅくん、何それ、何、どうしたの。え、じゃ、かじゅくんの笑いが何よ。さあ、じゃ、かじゅくんな、その顔は。さあ、じゃ、じゃ、かじゅくんの笑いが、何それ。さあ、さあ、さあ、さあ。え、待って、橋本夏子って人いるんだってよ、昔。いるの。いるんだって。本当。ちょっと。こっくりさん、こっくりさん、あなたは西暦何年に。亡くなったんですか。教えてください。ん、ん、むか、むかし、むかしか、なに、むかし、むかしって、何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 
ざっくりじゃない。アバウトね。何これ。昔。めんどくせんだろ。めんどくせんかなこの人。うん、ね、うん。どうするこれ。何が。ざっくりだけどこの人。ちょっとなんかもうちょっと詰めた方がいいのかな。ちょっと言ってみて。ね、うん、言ってみて。こっくりさん、こっくりさん、あなたの好きな食べ物は何ですか。うん、こっくりさん、こっくりさん、あなたの食べ物は何でしょうか。うん、何が好きなんだろうね。どう。ふ。ふか。ふかし。何？どうしたの？ふかし。何どうしたの？これ、じゃあこれでふかし芋って言ったら面白い。なんであの配信したの？うん、ああなるほどね。ふかし芋って行くかなと。笑ってるのね。そう。どうしようかな。こっくりさん、こっくりさん、私たちに何かしてほしいことはありますか？こっくりさん、こっくりさん、私たちに何かしてほしいことはありますか？教えてくださーい。ね。ね。寝ろ。カジ君でしょこれあんた。俺だ、夢って。あんたでしょ。いや俺だ、夢ってない。何寝ろって。本当。え？カジ君？カジ君？あんた。じゃ寝ろって何？じゃあ私今聞いてるのよ本当。寝ろって何？ちょっとなんどういう意味なの寝ろってどういうことこれあんた。どうしたの？やばいやばい。寝ろはやばい。どういうこと？私にこれ言ってんの？うんうん、ね、こっくりさん、こっくりさん、寝ろとはどういうことなんですか？なんで寝ろなんですか？教えてください。む？むに？ムニマ。ムニマン？ムニマン？何どういうこと？何これ？何をムニマンって？ムニマン、おむつ？何ムニマンって？おむつだよ。おむつがあるのそんなの？そう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 。何これ？何これ？私何す、何どうどうしました私。わかんない。うん、なんでムーニーマンの。そうそうそう、どういうこと？ムーニーマンってなんだっけ？おむつか。おむつよ。うん、そう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 。明治時代にムーニーマン。そうだね。あ、質問して、うん。そうね。こっくりさん、こっくりさん、あなたは何歳で亡くなったんですか？うん、夏子ね。夏子ね。あなたは何歳で亡くなりましたか？27歳、うん、27歳で夏子さん亡くなったんだ、うんうん、こっくりさん、こっくりさん、私たちに何かしてほしいことはありますか？もう一回聞きますよ。こっくりさん、こっくりさん、私たちに何かしてほしいことはありますか？教えてください。の？何の？何の？のり？のりを？ないない、ない。のりを？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 ま？
ノリを何？え？ち？つ？で？の、の、のり、のりって？のりを、うん、巻いて？うーん、なんでのりを巻いてなんだろう、意味わかんない、どういうこと、わかんないわかんない、だいぶ意味わかんないね、これね、のりを巻いて、どういうこと、これどういうこと、のりを巻いて、うんうんうん、のりを巻いて、うん、のり巻きってこと、そういうこと、のり巻きってなんだろう、おにぎりってこと、あーあー、おにぎり食べたいのかな、うん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 、そ、それを食えばいいのか、食べるのか、私たちは食べるのね、なんか質問して、うん、分かった、お願いよ、うん、こっくりさん、こっくりさん、うん、あなたが今一番欲しいものは何ですか、うんうんうん、こっくりさん、こっくりさん、うん、あなたが今一番欲しいものは何ですか、うんうんうん、何、目、目、飯か。飯を何、どうしたの、飯を食べたいのかな、うん、ご飯ってこと、なるほどね、こっくりさん、こっくりさん、飯って何ですか、ご飯ですか、何を食べたいんですか、教えてください、何、経緯がすごいね、あのね、カジマル今私ねやってんじゃんこれ、うん、飛んでる意識、私大丈夫、うん、今日ひーちゃん動いてるよね、うん、わかる、わかる、でもさ、私ねやばい、今日やばいやばい、意識飛んでる、うん、やばいやばい、いやほんと飛んでる、いや今日だって俺動かしてない、一切、うん、飛んでる、今日ひーちゃん動いてる、うん、やばい、入ってるかな、今日わかんないかもしれないしね、見切り、うん、何？目？し？どういうこと？握り飯だって。どういうこと？握り飯か。握り飯ね。ああ。おにぎりだ。食いたいのか。握り飯。ね、カジュがやばいわ。それひーちゃん大丈夫？意識が飛んでるみたいな。やばいやばいやばい。帰ってもらった方がいいんじゃないこれ。なんかねこうやってんじゃん。まさ、私意識がないまま動いてる指が。まだマシだよ、俺なんて全くこんな感じ、今ずっとやばいよ、で気がついたらもう答えになってんので、それはこの前の自分と同じだわ、じゃあ、あの、こっくりさん終わるでしょ、答えが出た瞬間にパッて治るの意識が、やばいやばいやばい、やばい、それ帰ってもらった方がいいんじゃない、そろそろ、そうする、うん、じゃあ眠くな ないの違うのよ、帰ってもらった方がいい、一回見ようか、うん、言って、せーの、こっくりさん、こっくりさん、どうぞ鳥居へお戻りください、ちょっともう一回言いましょう、せーの、こっくりさん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 、もしお戻りになられる場合は鳥居へお戻りください、何、カミカミなんけどね、うん、言って、こっくりさん、こっくりさん、どうぞ鳥居へお帰りください、こっくりさん、こっくりさん、鳥居へお戻りください、せーの、ありがとうございました、痛いわね、痛いわね、どう思う、かじこ、どう思った今の、いやあの怖いわね、今日怖いわ、怖いね、怖い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 わ、あー今日は怖い、怖いわね、カジ君ね、怖い、現場も怖いよね、今日怖いわ、今日怖いわ、今日、うん、ね、恐ろしい、恐ろしい、うん、ほんと、どうする、カジ君、シュッシュ、危ないと思う、なんかね、危ない、いや危ないかどうか分かんないけど、物音さっきからすごいよね、する、どんな感じ、でも気配がずっとしてるよね、する、ずっと、うん、これ あっち広北橋あるじゃない、うん、広北橋もやばいもんね、
え、出る？出る。嘘。出る。見たの？いや見てないんだけど、あのお客さんじゃねえや、リスナーさんがよく言うよ。そう言うよ。うん。広告橋やばいって。皆さん私今ねずっとこうやってんじゃん。うん、飛んでるの式。やばい、もう帰ろう。やばい？帰ったから。なんでわかるの？いやもうだってもうやばいもん、だって体が縮こまってる式を。誰が？ひーちゃん。嘘。縮こまってるもん、ひーちゃん。どこら辺が？いやなんか全体的にチュル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 って。どういうこと？縮んでる。あら。どう本当に？うん、マジで。まあ皆さんなんか心配してるわ。あじこん。あら。ひーちゃん大丈夫かな？本当皆さん私嘘でしょ。大丈夫かな？チュルチュルしてる。ええー、本当皆さん私今。嘘。うん。本当皆さん。あら。チュルチュルしてる。本当皆さん。目がなんか違う？うん。そう？みんな。どう？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 いつもと違うかもしれない。そう？そう。そうかしら。違うね。そう？違うね。ね、うん。どこが開いてるかもしれない。本当？うん。なんでだろう。そう、股間がほら。あれあれ。触って？ちょっとなんかあれじゃない今日。どうさどうな。あれ？やったー。何？どうしたの？ちょっとプルってなってる、ね。立ってるわね。どうしよう。どうしよう大変。カジコあるの？今日はちょっとあれ今日はへこんでる今日は。あ本当。フォークビッツです。うん。やばいほら見てほら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 。なにこれなんで？なんでこんな立ってるの？理由は何？誰？うん。誰？うん。帰った方がいい私。帰った帰った帰った今日。危ない皆さん本当危ない？ね。ね本当に？大丈夫かな。やばい私。大丈夫かな。ちょっと危ない？危ないかもしれない。意識飛ぶと危ない皆さん。いややばいやばい大変よ。そう。本当？瞳孔開いてる。嘘やったー。やったー。嘘でしょ。いや本当よ。一緒じゃないの？違うかな。違う。どこ開いてるほら。やった怖いわ。嘘。本当だ。ね。目がおかしい私、うん。どう？本当だ。どこが開いてる？どこが開いてるわよ。何よやめてうるさいなんだばクソババほんとタレチチババほんとほんとよほんとねえほんとよ何やめてよ気持ち悪いって誰これアズリンでしょアズリンアズリンなのうんアズリンだよアズリンちゃんアズリンちゃんアズリンやめなよアズリンもう書くのねえアズリンちゃん書いてんのねやめなさいほんとねえほんとに薬もっとあれだね飲んでも効かないって言うからさ、うん、飲んだらもっとねそうなの100錠ぐらいそうそうそうねえアズリンよアズリンちゃん、うん、言うの私に対してそうなのうんババリンそうそう薬が飲んでも効きますって言う効かんね薬飲んでるんですけど効きますコメントをして誤爆してすいませんちょっと、うん、ねそうそううん、嫌な気持ちにさしてしまったのでって言って、うん、反省していますねすごいねなんかね皆さんねほんとほんとうるさいわねうん、うん、行くじゃん行くの今日は今日はねやめとく今日はねうんそう頑張ってるよ今日ひーちゃんそうそうでも朝からやっててそうかしらそうよね、今日ひーちゃん頑張ったよねずっと一日そうかしらうんほんあれ家族前あるあるよほんとうん頑張ったよだってあなた家族んじゃこれからどうするんだろう家族んは今日はどっか行くの、どうしようかなけどもう2時もう1個もう1個行っちゃうどうしようかなここら辺なんかあったっけ広北橋ぐらいかなあいいわね広北橋ねうさこちゃんありがとうありがとうございます。ナイスお願いします。R ちゃんありがとうございます。
どうしたの？どうぞ。私あそこのいないのかな、区別駐車場にいないのかな。さっきの。うん、いないかしら、区別った人。いそうね。うん。どう思う、カジュ君？うん。いない？いるかな。呼びたいのよ、あの人。さっきの人？区別った人。いるのかな。いると思うんだよ、私は。行く？何が？ここでやってみる？うん。やってみる？パート2行く？やってみようか、ね、セカンドステージ行きましょう。行くよ、もう一回行くよ。いい？みんな もう一回行く？首吊りの人行きましょう、うん、来てほしいね。そうそうそう、行きましょう。チャレンジ精神に誇りします。そう、行きましょう。行く？じゃあもう一回ね、行きましょう。お願いします。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。ちょっと触って、行くわよ。せーの、コックリさん、コックリさん、もしおいでになれましたら、はいへお進みください。コックリさん、コックリさん、もしおいでになれましたら、はいへお進みください。質問するわね。はい。コックリさん、コックリさん、あなたのお名前を教えてください。コックリさん、コックリさん、あなたのお名前を教えてください。どう？これこれの？の？の？のり？ね、これ誰？のりよ、のりよ。男？聞いて。のりおさんかい？うん。のりお。うん。のりお。聞いて。のりおさん。うん。コックリさん、コックリさん、うん、あなたは男ですか？うん、で、はい、どう？うん、男、男に来たか。うん。コックリさん、コックリさん、あなたはなぜ死んだんですか？教えてください。コックリさん、コックリさん、あなたはなぜ死んだんですか？教えてください。背中にも聞こえたね、今ね。うん、除霊かな。そうそうそうね、うん、く、く、く、ひ、首、首か、首、つ、うーわ、来たね、来たね、来た、首吊り来た、首吊り来た、これ来たね。首吊ったのか。そう、のりおさん。そうね。コックリさん、コックリさん、その首吊りの場所はここですか？はいかいいえお答えください。やった、来たね、来ちゃったね、これやった、来た。聞いて、コックリさん、コックリさん、あなたはなぜ首を吊ったのですか？コックリさん、コックリさん、あなたはなぜ首を吊ったのでしょうか？そうね、何？鉄？ねこれ。
鉄ねこれねこれ毛鉄毛鉄毛うんわかる？うんうんねこれ鉄毛菌鉄毛菌鉄毛菌ってなんだいるのか鉄拳にいてなんだろう。ん？今した。ね。誰？今恋した。うん、ね。鉄拳って言ってたね。鉄拳なんだ。鉄拳だって。首吊りのやつで。うん。なんでだろう。鉄拳をどうしたんですかね。どういうこと？ここで鉄拳ってなんだろう。へー。鉄拳が、うん、取られちゃった。取られちゃったのかな。あは。それもうちょっと聞いてみる。うんうん。聞いて。すごい嫌いですよ。あのね皆さんあの音するよねずっと皆さんバチバチとするの皆さん、うん、すごいのよ皆さん今なんかずっとね、うん、足音みたいなうん怖いわねここそう怖いわあの藤見ちゃん怖いわここそうやばいわこれ怖いわよ皆さん、うん、ちょっとそうそうはいパッパッてしてねやろやろじゃあ聞いて、はい、お願いしますはいコックリさんコックリさん、うんうん、何しようかね、うん、どうすかな何か何聞くか何その手付金を騙されたんでしょうか亀様にその人にあはいはい、ええ、聞きましょう聞いてお音音さ落とされた誰に落とされた誰に落とされた、うんうん、ね手付金を落とされたってことかなどういうこと言った見分かんないねなんか音するわ音すごいよね怖いわ皆さん、うん、ね手付金を落とされたんかな誰によ誰にうん誰だろう聞いてみようか聞いてはいコックリさんコックリさんあなたは手付金を脅されたと言っていますけど、うん、誰に脅されたんでしょうか、うんうんうん、んこれつつれつれうーん怖いわなつれに脅されたんだうん連れだって私カジ君ね意識飛んでるわ今でしょわかる次僕でしょうん僕でしょ何があの意識が飛んでんのあなた僕も飛んでるじゃん今嘘今今飛んでたんでやっぱりひーちゃんも飛んでるうんやばい、ね、やばい皆さん二人とも飛んでるわ意識やばいわそろそろやばいよねやばいわ私皆さん飛んでるわ意識 俺今だなんか無だったのうん何やってんだろうってなんて、うんうん、思った同じだひーちゃんもか私もよここ飛ぶわね飛んでる飛んでる飛ぶここ皆さんやばいよこれちょっと書いてもらいましょうはいね、はい、せーのコックリさんコックリさんどうぞ鳥居へお戻りくださいお戻りになれる場合は鳥居へお戻りくださいさ帰ってせーのありがとうございましたやばいな私カジ君これこれやばいよこれどうするここは怖いよねやばい皆さんこれ私やばいわこれ飛んでる意識うん、うん、ねキーちゃん意識飛んでたよわかるやばかったどんな感じこんな感じだってヒーちゃんだって意識なかったでしょ今ないなん で俺もだ気づいたの今あ、うん、やばい飛んでる意識があって、うん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 、めちゃくちゃ意識飛んでたよ嘘うんこれやばいね私たちここやばいね、うん、行く行った方がいいのかなこれ、ね、どうも皆さん、うん、これ、うん、危ないね私たちねこれね危ないよ危ないわねこれ怖いってねどう思った皆さんそうカジ君なんかちょっとあれでねあの帰り悪いよね、うんうん、大丈夫僕は大丈夫大丈夫カジ君、うん、本当ね
く？カジ君ね。行きますか。どう？カジ君でも2時よ。2時か。ね。でまだ神殿って言ったらまだこれからだもんね。まあ、これからって言ったらこれからだけど、ね。カジ君ね、本当。やばい、私と皆さんカジ君意識飛んでずっとなんか指をね、指を動いてるのずっと。やばい。怖いわねこれ、みんな何これ、不思議なもんで、不思議だわこれ皆さん、全くよ、何これ、さっきの怖かった、指動いてんのよ、怖いわ、何これ、どうして、勝手に動いちゃうでしょ、勝手に動いちゃったりなんかして、怖いね私たち、うん、あそっか高齢だもんね、高齢するからね、そうだわ、うん、ちょっと違う違う、今までもおかしないけど今回身をもって経験したってことよ、そういうこと、そういうことだよね、いや怖いわね、怖い、行きますよ、ごめんねカジュ君、付き合ってもらって、優しいわね、そう思わない、カジュ君優しいわね、ほんと、どう思った、皆さん、いつも優しいわねカジュマル君ってね、ほんと、右の奥歯うるさいな、あんたばおだまり、ほんと、そうそうそう、ほんとしたら大丈夫、カジ君これ捨てるの、これ捨てる、これ捨てる、うん、捨てる、捨てれる、うん、大丈夫、カジ君、皆さん無料お願いしますね、有料も投げて、皆さんね、私運転するわカジ君、私運転するわよ、はい、カジュ君ね、アルチありがとう、鼻毛は別にどうでもいいのよ、そうプラム皆さんくださいね、プラム、投げてプラム、そうそう、怖いのいいのね、これカジュ君これどう消すの、あ、じゃあ僕預かるね、いいこれね、ごめんねカジュ君、はいはい、ね、カジュ君お願いよ、イボは関係ないでしょ、ねえ、いやいやいや、ちょっと今日怖かったわね、いや怖いわカジュ君ね、最後一番怖かった、皆さん私は、え、なんかね、うん、本当よ、意識が飛ぶのちょっと怖かったわ、意識飛んでたね、ねえ、怖いわ皆さん、意識飛んじゃった、私皆さん、めっちゃ意識飛んでた、そうでしょ、ちょっとこうやって見て、ねえ、カジュ君さ、うん、配信するかいじゃん、僕はもう大丈夫、今日はなんでよ大丈夫よ、なんでしないのよ大丈夫よ、なんでしないの、今日は理由は何、じゃあ今日ほらヒーちゃんイベント出てるから俺ずっと回してた方がいいって、じゃあカジュ君回してよ、いやもう帰る時でいいよ、俺帰る時で、なんでよじゃあ私もほらもうお家帰るね、そうそう、ね、また回して、え私もお家帰るのよ、そうそうそう、いい、マジでもうちょっとやった、どこまでするの、ひーちゃん家帰るまでもう一回やったら、じゃあご飯食べるの、うん、なんかご飯食べようかな、うん、じゃあ家族に運転してくれる、じゃあ運転する、じゃあごめんね、うん、優しいわね皆さん、家族くんやりなさい、だって皆さん、あらやだわ皆さん、優しいわね本当、いいの家族、あらやだ、またうるさいなんだわ、本当クソババア、本当、あんたも潰したろか、一緒にブロックして、ブロック解除して、ブロックして、ブロック解除して、あんた本当ええやで、あんた、本当よ、そうそう、嫌でしょ、本当黙りなさい、本当あなた、ねえ投げなさい相手も、本当アホみたいにねえ皆さん、そうそうそう、あ、プラマありがとうございます、いいの？いいよ。いいの？いいよ。優しいわね。優しいわね。と優しいわね。カジュ君ってね。ああカジュ君優しいわね。優しいわね。ね。ああね。何？カジュ君に甘えるな。何？消してほしいの？何？うるさいわね。はい消します。はい消します。はい消しますね。はい消します。はい消します。うん、はい消しますね。
消して消して消して、どう皆さんね、うん、お友達がどんどん消えていくわ、皆さんこれどう、これね、はい、どう皆さん、そうそうそうね、どうしたのカジ君、なかった、うん、大丈夫よ、行きましょうか、行きましょう、ちょカジ君ほらいいって自分でねえ、配信しないって言うのよ、うん、大丈夫、配信しないのに自分でね、思わない、いいのいいの、何がいいのよカジ君、あの埼玉帰る時に配信つけて帰るから、それ、優しいわね、いいのよ、まあ、聞いた皆さん、私とカジ君意識本当なかったもんね、うん、あれびっくりした皆さん、私とカジ君なんか飛んだもんね、飛んだ、どうして、そう、いやだからあれ本当にあんのよね、あるの、あるのよ、前回それでほらみんな、うん、ひーちゃんにハト言っちゃってごめんなさいだったけどさ、うん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 、ひーちゃんリスナーも、うん、本当ごめんなさいだったけど、どんな感じって、いやなんか何もないけどね、うん、ふわって感じね、うん、いやふわって感じ、ふわっと言ったよね、うん、本当よ、これまっすぐだね、感じまっすぐだね、うん、あ、そう、そんなことある、いや、あのお化けに取り憑かれたら飛ぶんだって意識が、飛ぶんだやっぱりで、あれでなんか、いや怖いわ、うん、耳鳴りとかしてきたら終わりなんだけど、あの時俺、うん、耳鳴りしてたのよ、あ、そうそう、耳鳴りすごくて、うわ、やばいわね、で、あのプラス耳鳴りと頭痛ね、うんうんうん、あ、そう、うん、カジ君の何、ロケットは曲がってるの下に、あ、そうなのね、そうなんだね、あそこがね、うんうんうん、ね、そうそうそう、下曲がりだね、あ、そう、そう、これ166号さんは誰だろう、うん、何がやった人かな、エッチしたの、エッチしたのかな、誰と、いや166号カジ君何、結構何、あの、やるの、ちょ、なんか、昔オフパコすんの、いや、オフパコっていうか、うん、昔やった人かもしれない、うん、この人、あ、そう、そう、あの、ほら、一回炎上ニュース出ちゃった人、言うとけ、うん、昔ね、うん、いるんですって、いたのよ昔、いたのね、5年前に、うん、でその人は、その人は僕のガチアンジーになった、うん、あ、そう誰です、あの人、あの人よ、やったの、あの人と、やったよ、いやー、皆さん大変よ、目が覚めたわ、え、目が覚めたわ、目覚めたの、マジ言ってる、永谷園だわ、マジやるよ、あの私に対してさ、うん、ラフレシアちゃんっていう風にさ、あ、違う言ってる人、その人じゃない、その人じゃない、あ、違う、その人じゃない、あ、それじゃないのね、その人じゃない、その人じゃない、誰誰、その人じゃない、だって4年前だよ、だって配信覚えたての時に、あ、覚えてもいない時だよね、誰、女の人、女の人、配信者だよ、細身の人、うん、あ、女性で、女性でエッチしたの、やった、なんで、襲われた、正確に言うと、嘘、うん、その女子から、そう、やった皆さん、そう、あ、そう、そう、そんなことあったんよ、いやー、きつかった、あれは気になるんだ、誰かね、うん、言ったらあっちにも迷惑かかるからさ、え、向こう今も配信してるの、今もう配信してない、一般人になっちゃったから、あ、一般人、あー、うん、じゃあね、ダメ、配信者だったらボロボロ言うけど、まあ、確かにね、言わない方がいいし、ほんと、さすがに結婚するとか言ってたから、あ、そう、風の噂で聞いたけど、なるほど ね、はいはいはい、そうそう、え、そのエッチってどういう風なエッチなの、と、なんかだから俺を、うんうん、襲ってきたのよね、うんうんうん、止めてとか言ってさ、うんうんうん、そうそう、で押しかけてきた、うん、なにこれ、あれ、これ出らんでこないしてた、これ無理、なにこれ、どうしたの、道間違った、これ何が、どこ、外に出らんない、ダメ、外に出らんない、こんな思われてる、プラマ、ありがとうございます、え、何、その女性とはさ、うん、あのコンドームちゃんとつけたの、つけた、生でした、つけた、生でした、つけました、あ、違ったんだ、じゃあ、あのね、うん、あの時ほら、もう無知だったからさ、うん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 、無知だったからさ、うんうん、ね、え、あの住所とかも教えちゃってさ、うん、で夜押しかけてきたんですよ、うんうんうん、そう、
それで、うん、来られちゃったんだけどさ、うん、ね、俺も優しいしバカだからさ入れちゃったわけよ、うん、そしたらすごい荷物持ってきてさ、うん、家に来てさ、うん、何言ってたらさ何日間か止めてよって言うの。あら、そう、うん、だから俺もバカだからさ、うん、あいいよなんて言っちゃうのよ、うん、そうでほら俺その時仕事してたからさ、うん、仕事してる間はさ家に一人でその子がいるわけさ、うん、そうそう、そしたらその子もバカだからさ、うん、配信とかしちゃうわけよ。あ、そう、俺の家で、うんうん、バカでしょ、うん、ねえ、その子もやってないんだ、配信はもう。やってないね。一般人だもんね。一般人だね。あ、そうか。そう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 。4年前だから、だから36の時だよね。そう。そう。36の時だ。まだやってるんだってよ。あ、やってんの？知らないけど。そうなんだ。うん。まあ、ブロックしてるからね。わかんないけど。これ帰れるの？こっちで、こっち帰れるの？帰れる、帰れる。あ、知ってるんだ。うん。ね。まあ。もうお互いもうそんな話しないようにしようぜって言ってやるからね。ねえ、そうそう、いいわね、時間止まれ。ねえ、ねえ、カジュ君はさ、どっちが 年上か 年どっちがの？どっちもいけるけど、年上もいけるし。あ、そう。年下もいけるけども、そう、年上の方が好きなんかな、俺の。あ、そう。年下も好きだけどね、だけど、そう、なんか性格が合う人がいいよね。吉江さんでもいいの？吉江さんは上すぎじゃない、これ。いいでしょ、吉江さんはね。吉江さんはちょっと上すぎじゃないの。吉江さんね。吉江さんだって熟女すぎないか。確かにね。ちょっとあそこまで行っちゃうと、ちょっともう。お母さんの年だからね。そうね。うん、運転大丈夫？僕は全然大丈夫。本当？そうそうそう。皆さん、ナイスお願いします。ねえ。無料もお願いします。ねえ。お願いします。うん、そう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 、ねえ、吉江さんね、そうなのよ。いやー、吉江さん会ったことある？あるよ、何回もある。あ、いいな。なんで？いや、なんかいいよね、やっぱり吉江さんね、穏やかだよ、吉江さん。穏やかだよね、穏やかな人の。でもあれでしょ、うん、慎吾ちゃんが台所立つとぶち切れる、人が変わってる。じゃあ、あの慎吾くんが、うん、あの FX 溶かしてからもうすっごいあの回路悪いよ。あ、うん、ね、5000万かいくらかなんか分かんないけど、皆さん5000万歩やってたの？そうそう、ギャンブルでね、うん、FX だったのあれ。そう、 FX、 うん、へえ、ね、皆さん、うん、 FX、 そう、 FX5000 万ぶち込んだの、すごいね。5000万か。吉江さんそれだけ貯めてたってことだね。うん、ございます。安すぎよ。いやー、カジュ君配信つけて。え、なんでよ、ね、使っちゃったの。じゃ、皆さんほらもう、うん、ねえ、うん、皆さんもう眠いでしょ、うん、ほら見て、ほら静かだもん。ほらみんな寝てるのかな。寝てるね、みんなね。寝てるね、うん、うん、寝てるわよ、皆さん。そうそう、うん、寝てる。もう眠たいんだって。いいね、この人、ね、もう永眠しとけば。永眠、ねえ、うん、でしょ、うん、そうそうそう、やって配信。いいよ、やなさいよ。もういい、もういい、もういい、もう今日は。ほんとひーちゃん、イベント出てる時やって。いいの？そう、イベント出てる時やってほしいよ。投げて、有料なんかねえ、お願いよ、皆さん、無料も投げて、ほんとね、お願いします。うん、さあさあ、プラムありがとうございます。あ、徳光さん、あら、ニコありがとうございます。さあね、さあ、投げて、ね、そうね、お願いします。そう、投げてほしいわ、ほんとよ、ね、うん、何、うん、ミステリーツアーもね、なんてね、カジマルくんね、飛んだもんね。そうよ、私ともカジマルくんの意識が飛んだわよ、皆さん。危ないわよ、ちょっとこれね、危ない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 、あの人危ないね。何が？あの人も危ない。なんで？
ウーバーイーツしながらなんかパズドラで遊んでたの、うん、あ、ほんと危ないわね。危ないわね。今ね、こういうね、どう？そう、今ね、腕がね、こうちゃんとね、してるとね、ぶっと腕だからね。いいわね。そうよ。そう。どう皆さん。そうよ。ん？あと一箇所。ダメよね、カジ君ね。ね。本当何がカジ君かわいそうなのよ、うん、ダメよ、もう一箇所お願いじゃないのね、本当ね、カジ君ね、そうよね、今日はもう終わるよ、そうよ、もういいの、今日はもう、そう十分にね、十二分に何がお願いします、お願いしますよ、ね、行きなさい、ね、うるさいな、ほんとね、消すわよ、はい、消すわよ、はい、消すわよね、カチュ君がかわいそう、消しまーす、うん、ね、ね、これひーちゃん、これ車がなんか空飛びそうだけど、うん、そろそろ何か車買うの？買うよ、買うの、やっぱり、うん、何買うの？私、あれかな、ほら、あるじゃない RVX な、なんだっけ、エクストレイルだっけ、なエクストレイル、ああいうのいいんじゃないの？ SUV、うん、ね、かっこいい、どう？あれいいでしょ？いいね、ね、そうそうそう、いいねでしょ？四駆？うん、めっちゃいい、いいでしょ？めっちゃいい、またでもわかんないよ、うん、欲しいなとね、うん、思うだけでさ、うん、違うもんだとこれね、ひーちゃん SUV 行くん？そうどう？めっちゃいい、うん、ね、うん、39歳で白髪が多すぎる、はい、どうもありがとうございますね、消しますね、疲れてる時って疲れやすいの、あ、そうなの、消すわね、どうもありがとうね、うん、大食いかお願いします、病気持ってるよ私はね、うん、コメント消しますよ、うん、そうそうね、ほんと、うん、そう、うん、うん、ねえ、エグストレイルいいなでしょ、そういいでしょ、ひーちゃん似合う絶対、私でしょ、かっこよく乗ってほしい、ほんと、うん、風を切っていこう、風を切ろう、ね、車なのに、あ、そっか、ダメか、あー、カジ君ごめんね、今日はえ、ねえ、もう疲れちゃったよね、ちょっとやばいね、皆さん、私ひーちゃんこのまま寝ちゃうでしょ、これえ、ひーちゃんこのまま寝ちゃう、眠っても大丈夫、寝ちゃうね、これでも大丈夫、寝ちゃう、え、親父も大丈夫だな、これでね、親父もどう、いいわね、いいわね、どう、こういう関係お似合い、そう、ね、いいでしょ、いいわね、ねえ、いいわね、ごめんなさい、うん、今日は消す回数がある、そうね、うん、ちょっとね、ストレス発散でね、うん、ちょっと、うん、だホテルダメよ、カジマル君はそんなね、うん、ね、じゃない、そういう風な気分じゃないのよね、カジマル君ね、そうね、そうよ、分かった皆さんね、あ、ジェイちゃんありがとうございます、目が覚めたわね、ジェイちゃんありがとうございます、ナイス、20倍ありがとうございます。うん？何？誰だってうるさいなんだわ！ほんと。うん？ねえ。うん。誰ってくんのよ、ほんと。うん？そうそう。あ、ジェイちゃんありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。ねえ。そうよ。そうよ。そうよ、ね、そうよ、そうよ、そうよ、そうね、そうよ、そうよ、そうよ、ね、そうよ、そうよ、触ってね、そうよ、また振り回してね、そうそうそう、ね、そう、スルスルしてね、スルスルしてね、うん、まだに手がね、やばい、皆さん、私に意識飛ぶのあんまないのよ。
やばいわね今日ね。やばい皆さん、今日はもうお布団で寝てくださいまし。そう皆さん、そうよ、やばいな私ね今日は。ね、カジュ君ね、そういや、おかしい今日は、なんか皆さんおかしい今日は。でまた明日朝早いでしょ。そうだね、大変だこれ、うん、ね、そう疲れてるよね。びっくりした私。じゃなくて意識が飛んでるにもかかわらず、文字をちゃんとしっかりと打ってたよね。打ってたよね。あれがびっくり皆さん。そう。うん、ね。でしょ。そう。そう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 。いや本当に。いやあれはやばいよ。ねえ。いや本当に。うん。いや怖いわね。ねえ、分かった皆さん。怖いわ。なんかご飯食べる？ご飯？帰る？ご飯何食べたの？いや、なんか食べるかな。なんか買って。なんか買う？買う。いや私もうなんかねお腹いっぱいなんだよね。あ、お腹いっぱい。なんだ買う？うん、大丈夫大丈夫。ラーメン食べる？おにぎり食べるの？どうしたの？なんか食べる？何がいいの？フランクフルト。どこに住んだの？あ、何か。うん？何？ビッグポークフランク。松屋行く？あ、松屋今ね。松屋いいね。あ、いいわね。夏屋行きましょう。松屋いいね。どう？ね。松屋。うっさいわね、ババアがほんと。ね。最後に二人でご飯食べる歯医者どうですか？そうですか？そう。うん？今日海苔が多めだったから、海苔をいっぱい食べましょう、だって。何言ってんのよ。ね。ね。ほんとよ。海苔ね。すぐ抜けるわそんなんだ、うん、ね、髪もね、そうね、そう、うわちくありがとうございます。ありがとうございます、ね、松屋ね、松屋よね、松屋いいよ、安くて美味しい、松屋美味しいよね、美味しい、本当に皆さん、いや、この通りに松屋あるね、まっすぐ、うん、ね、松屋なんであんな美味しいんだろうね。手貸して。こうするじゃない。でこうしたら見てほら、水商売でここ、こうするの。え、これ気持ちいいそれ。どう？え、気持ちいいわ。どう？水商売で。めっちゃ気持ちいい。でしょ、いいでしょ。これ何なのこの、なんかほぐれる。これ？これ指をこう押さえるの。はい。そう、それがいいみたい。それするとなんかすごいいいね。でしょ、ほら見てほら。うん、めちゃ気持ちいい。これ。ね、見て。これ。気持ちいいわ。どう？いいですよ。気持ちいい。ひーちゃん指すごいあれだね、ツルツルだね。そう？うん、ちゃんと見たの。保湿がいいのかな。綺麗？すごい綺麗。綺麗。ね？聞いた？皆さん。そうよ。ね。綺麗。聞いた？そう。ね。聞いた？嬉しそう。そうでしょ？ね。松屋場所わかるの？松屋はね、なんかそこの左かな。いや、まっすぐ行って左、右よ。まっすぐ行って左、右ね、うん、左下なの、うん、プラム皆さんお願いします。ナイスもお願いします。みんなお願いね、投げて。じゃあ寝てるんじゃないかな。ね、いいですか、投げてね、投げてね、いっぱい皆さんお願いね。この信号右曲がってみる？右ね。あ、プラムありがとうございます。投げてね、皆さんお願いしますね。ご飯代稼がないと。そう、ご飯代ね、ご飯代お願いします。いいからね、ご飯代ね。そうご飯代お願いします。お願いします。皆さんいい？みんな生きてるの？そうみんな死んだの？死んだのかな。生きてるわよ、で来るよ、うん、生きてるわよ、いいちゃん生きてるわよって言ってね、ほんとね、ほんと生きてるわよって皆さんほんと言うけどさ、ほんとね、うん、ね、思わない？思わね、寝た皆さん、やっぱり起きる起きる、寝たんじゃないのみんな、寝たかな、うん、会うよ、行きましょう、うん、ね、眠ったでしょ、皆さん。寝
たわ、ね、寝たね。ご飯代買ってくれてるかもね。ご飯代のアイテム買ってくれてるか。違うわよ。プリンちゃんありがとうございます。どやさどやさどやさありがとうございます。どうもね。えみんな生きてる？死んでる？死んでる？どっち？生きてる？起きてますよ。ねえ、起きてるの？私は起きてますよ。ねえ。ねえ。死んでる？みんな。生きてる？起きてます。だってもうないもんコメントが。コメントないの？ないのよ。みんなね、ほんと。ちょっと船越えてる。でも多分みんな。なんだろう。あれ。ねえ。みんなあれかな。朝早かったのかな。ああ、そうね。こっちじゃないの？左だね。松江君だよね。ね。あ、お家戻ってる？あ、全部。松江ね。大丈夫？松江。やばい、皆さん大丈夫？カジュ君また意識飛んだわ。僕大丈夫。飛んだでしょ。飛んだ。やばいわ皆さん。これダメよ。ダメよ。カジュ君意識飛んだ皆さん。やばいわ、ダメよ。意識飛ぶのマッキー。ダメよ。コメントがないのはもう飯を食って終わるからっていう風な話だな。みんなが何ちょっとそれであーってなっちゃったの。頭に来てるの。なんだそりゃ。そうそうそう、そうの、そういうことなんか。そういうこと、そういうこと。何よ、もうこの時間変な人真っ赤だから終わってもいい。皆さんもうほんとちょっとね、これは左だっけ。左、うん、左か。うん、なんかこうなんちゅうの、一生懸命まあそれやってもさね、マンネリマンネリって言われるし皆さん悲しいわねえ、うん、かわいそうなんかね、うん、ねえ嫌な感じ。うん、文句言ってほしいわね。ほらババリン守りなさい。ほんとほら手抜きだって。手抜き、ね、手抜きだし、ね、マンネリ出したみたいな。何言ってんだろう。どう皆さん。ひどいよね。ピンポンパンポン。皆さん、この放送をご覧の皆さん、134号さんは私に対して文句をとても言ってきています。はい。マンネリだとか。あ、つうか俺134号ブロックしてたわ。あ、マジでか。あ、俺見えないよ俺。あ、皆さんこういう風なコメントに対して一つ一回通報でお願いしますね。ほんと私は10回通報しますよ。お願いしますね。ほんと、うん、そうそうそうね、うん、よろしくお願いしますね皆さん。そうそうそう、通報お願いしますね。ほんとうん、うん、そうそう、134号さんお願いします。一つのコメントに皆さん一つの通報でね、お願いしますよ。私は10回通報しますよ。 ねお願いします。コメ版になりますよ皆さん。みんなで通報すればね。そうよ、なるよ。コメ版になるよ。何人ぐらいよ。あ、これ右ですね。900人いれば多分1人1回通報しても多分速攻で米番。お願いします。速攻で米番だ ね、より多くの人に、うん、そうそうそう、通報してもらった方がいいね。そうなのよ皆さん、嫌だわこういう人。すごい嫌だね。嫌なのよこういう人皆さん。速攻でブロックした俺。そう見たくないから。あ、そう、気持ち悪い。気持ち悪いんだって。気持ち悪いよね。134号さん気持ち悪いんだってあなた。気持ち悪いわ、もう家が出ちゃいそう。気持ち悪いし、うん、自分の目にね映ってほしくないんだって。そうだ、そこで消した。うん、まっすぐでいいのかな。まっすぐでいいよ、ね、うん、ね、皆さんも通報してね。こういう人はコメントしちゃいけないよね。お願いします皆さん。もうメル車向こうに。あ、止めた方がいいかな。うん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 、うん、ここに止めちゃダメなのかな。あ、これバス。ここはバスだね。うん。うん、やめなさい134号さん。次やったらもう殺すわよ。なんて書いたの？
や、なんかわかんないね、もうほんと殺すわよ、ほんとちょっと、やめて、もうほんとやめてちょうだい、アズリンやめて、やめて、もうほんと、ねえ、そうそう、ちょっともうやめて、もうほんと、もうこっちも疲れてるんだからやめてよ、もうほんと、いい加減にして、トメさん、ありがとうございます、やめてほしいよね、ほんと、やめてくれない、ほんと、なんなのねえ、嵐だね、嵐で通報だね、嵐で通報、あ、そうね、嵐で通報でいいかな、嵐だね、完全にね、いい、皆さん、嵐で通報だ、嵐で通報だね、いい、皆さんお願いしてもいい、嵐で通報で、うん、一番いいかも、うん、お願いね、皆さん、ちょっともうほんとさ、疲れてるよ、ほんとやめてほしいわけよ、ほんとみんなで通報しましょうね、みんなで通報しましょう、ちょっと、あ、消えない嵐だ、私じゃあ10回するわ、とりあえず OK、 嵐行為とね、うん、そうそうそうね、うん、 OK、 みんなもやってる？ブロック、うん、ブロックもした、ブロックは、ね、してないのよ、あ、してないのね、うん、してんのね、結構ね、通報してる、あ、みんなで通報してもらってた、ね、うん、やってる、みんなで、うん、とりあえず、とりあえず、うん、明日になったらとりあえずね、うん、まあ、バンかな、バンだよね、バンだと思う、きっとこれだけの人が通報してくれてるのね、うん、なると思う、きっと、うん、うん、そうそうそう、うん、徹底的にやるならスクショして G メールが一番いいんだ、ね、あ、いけるいける、うん、あ、Gメールするか、スクショしちゃってさ、そうだね、Gメールしとけばいいんだ、こういう人はいなくなるね、うん、結構ね、A 版になるよ、 A 版になっちゃうよね、 A 版になる、これだけ、うん、携帯の機種変しないといけなくなっちゃう、うん、うん、私の知り合いになってるから、あ、 A 版だったんだ、 A 版になっちゃった、米版で、あらら、そうそうそう、 A 級米版、 A 級米版になっちゃったみたい、うん、まさかね、なんだろう、こう、なんだろう、こういう風に皆さんね、目立ちたがりがいるのよ、タヌキでね、ほんと思わない、しつこいのよ、だいたいあのね、精神疾患持ってるか、だいたいね、貧乏なのよ、あ、貧乏かもね、と低所得者でね、貧乏で、だいたいそうなのよ、皆さん、そうそうそう、ね、邪魔だね、ほんと、この人多分雑談たぬきに書いてるの、雑談たぬきに、僕の雑談たぬき書いてるのよ、あの人、この人イボって言ってたでしょ、うん、知ってんの、だって俺の雑談たぬきにイボがすごいなとかいつもずっと書いてるの、あ、この人、うん、あ、そうなの、イボイボってイボずっと言ってくるのよ、この人、あ、そう、家族にあれなの、結構何言ってくる人なの、アンチかもしれない、あ、この人、うん、あ、そう、みんなでボコボコにしてもらった方がいい、マジで、うん、うーん、僕の雑談に書いてるこの人ね、女性、この人って分かんない男なの、女じゃないかな、でも俺とか言ってるけどさ、うん、結構ババアなんじゃない、ババアなの、うーん、ねえ、とりあえずよいしょ、何する、女っぽいよね、何する、何が美味しいのかな、モロチキかな、どれ、どこ、あ、これ美味しそうね、確かに、どれ、ゴロチキ、これ美味しいの、美味しい、うっそ、大盛り、サラダいる、サラダはいらない、これする、私はね、何しようかな、何しよう、私は
何しようかな、私何が美味しいのこれ。新作どれ、どれ新作って、どれ、焼肉、うわ美味しそう、見てこれ、これやばいよ、これ豚カルビ良さじゃないね、えこれ美味しそう、豚カルビね、どうしようかな、豚カルビセット小玉なさライス並んだな、ライス思いするわ、私は、私もそうしよう、私もね、これかな、ポテサラかな、うん、ねえ、ちょっとこっちにね、どれ元気、あ、持ってて払うから、はい、あ、マジで、いい、払う払う、ごちそうさまです、払う払う、うん、え、他いらないの、うん、他いいの、うん、他いいの、他いいの、発見中です、発見中です、発券中です。ご利用明細が発行されます。ありがとうございました。食券、お釣りをお取り忘れにご注意ください。ここ穴場だわ。ここ穴場でいいね、ここね。ここいらないの。はあ、疲れたわね、うん、でもなんかさ、あの心霊スポットを離れた瞬間な、結構目が冴えた、そうですよ、わあ、なんだろう、そこだった、あそこなんかちょっとけど、車から降りた時おかしかったよ、車から降りた時おかしかった、飯食って金稼ぐって言う人が、そうです、羨ましいでしょ、飛んでるのよ、お金に、皆さん飛ばしてください、よろしくね、うん、ごめんねいっぱい、あなたよりもいっぱいお金持ってるんだ、ありがとう、うん、あ、うん、ね、あ、ジェイちゃんありがとう、どやさどやさどやさ、ごめんね、花火飛んじゃったわ、ありがとう、どう、ね、そうそう、うん、ジェイ、名前は言わないでね、名前次言ったらぶち殺すね、大ちゃんありがとう、どやさどやさどやさ、名指ししないでね、私はいかんね、あ、待って、名指しはダメだね、一発バンだ、あ、一発バンだね、そう、うちのところはね、でも、はい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 、ダメ、はいダメ、はいダメ、名指しはあかんね、うん、ダメ、ダメ、死んでもらうね、配信者のこといくらいじってもいいけど、リスナーのこといじったら即バンだよ、あのね、卑怯よ、ダメだね、卑怯、いや、ダメ、ぶち切れるこれ、そうそう、卑怯みたいに切れるこれ、卑怯、うん、そうそう、あ、パリちゃんありがとう、パリちゃんありがとう、卑怯よ、じゃあ、あのね、卑怯だと思わない、卑怯よね、うん、じゃあ、私たち配信者のことは別にいいのよ、何言われても、何言われても、うん、私ブロックしなかったじゃん、うん、ただん、リスナーはダメ、うん、絶対ダメだね、うん、そうそうそう、ぶち切れる、でもこういう風なさ、あれじゃない、アズリンみたいなさでしょ、皆さん、ああいう風な病気の人がいっぱいいるんだよね、え、うん、お薬飲んでも良くならないとかっていう風なさ、誤爆してもメール送ってくるんだよ、皆さん頭おかしいと思わない、だからやっぱおかしいんだろうね、かわいそうだよ、頭おかしいよ、本当におかしい、おかしい、マジでやばいって、そう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 、うん、ねえ、でしょ、普通来ないもん、もう来れないよね、多分アカウントが使うの、来れないよ、来れないよ、普通ね、よくなんか出てこれるよね、ひょこっと、そうそう、おかしいな、おかしい、おかしい、この歌好きなのよ、あの奏でよ、奏でだ、スキマスイッチのスキマスイッチ、そうそうそう、いい歌ね、この歌ね、なんか涙出てくるかもしれない、この歌、うん、そう、今日ね、やりやれさんがね、歌ったの、やりやれさんって、あの、これこれさんのあれ、歌じゃないか、そうそう、そうなの、ね、歌うまかったよね、やりやれさんね、やりやれさん、
優勝したもの。すごいね。10万円でゲットして。ああすごい。うまかったよね歌ね。やりやりさん上手だったの。歌フェスとかってどうやって出るの？音フェス？あ音フェスか。音フェスってどうやって出るの？音フェスって何出たいの？いや俺そんな上手くないけどさ練習して出たいんだ。あら本当。いやもうオーディションないんじゃない？オーディションなんだね。あれオーディション。オーディションなんだ。うん。通らないといけないんだね。そう。何歌得意なの？いや得意は好きなんだよね。あ好きなのか。好きなの。そんな上手くないけど。あそう。好きだな。歌いたいなって。あそう。あそうステージに立ちたいの？うん。でもステージなんて別に立てるよね。立てるのこれ。立てるよ。今すぐ建てれるよね。出るの？お金払えばいっぱいあるよ。お金払えばいいんだ。あるある、いっぱいあるよね探せば。うわすごい、これなんだろう、これあれじゃない、あれ豚かな、焼肉じゃないかな。美味しそうだな。すいません、こちら豚焼肉食べるの私だわ、はい、すいません、どうも。うわ美味しそう、すごい美味しそうね、美味しそうね、いいね。ありがとうございます。お兄さんちょっとあの動画撮っても大丈夫ですか？あ本当ですか、よかったわ、美味しそう、ほんだよかった、めっちゃ美味しそう、ね、あいい匂いするそれ、何それ、これチキンカレーだ、うわいい匂いする、めっちゃ美味しそう、こっち何もないの、うわ美味しそう、美味しそうね、ご覧くださいうまそう、これいいわ、これ美味しそう、ゴロゴロ入ってる、ゴロゴロして、あ美味しそう、何これ鶏、これ鶏肉が入ってるチキンゴロゴロカレーだねこれね、食べてみて一回、うん、何どうしたの、また来たの、なんか変なの来たの、しつこいなこいつ、しつこいねこの人、また来たよ、また来たの、変えて、あら、うん、やだ気持ち悪い、気持ち悪いね、気持ほんと吉祥よ皆さん、ごめんね、ほんと気持ち悪いわ、めっちゃ美味しそう、なんでこのしつこいの、しつこいね、飯食ってる時までアカウント切り替えてまた皆さん来てるのこれ、気持ち悪いわ、気持ち悪いわ、ほんと病気、病気だ ね病気だわほんとね、めっちゃ美味しそう、ほんと暇すぎない、暇すぎ、ね、病気なんだよ、もう病気だわ、ふうさんありがとうございます、うん、ね、いやそうやって潰したいのよ周りをどんどんそうだね、分かるの、気分が悪くなるよね、そう分かる、そういうふうなことすることによってリスナーもほら嫌がるじゃん、嫌がるよね、離れるでしょ、それが目的なの、あ価値悪いね、そう分かるの、嫌なことばっかり引っ込んだりとかしない、しらけさせ屋さんみたいなのね、そう食いますよ、食いましょう、そういただきます、病気はほっときますよ、病気だね、そうね、ありがとうございます、ありがとうございます、いただきます、あ、徳明さんありがとう、ありがとうね、いただきましょう、いただきます、うん、うん、特別さんとなんか美味しいわね、うん、めちゃめちゃ美味しい、美味しい、うん、あったまるわね、いいね、ね、あったまるわね、特別さんありがとうございます、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、うん、うん、私にちょうだいって自分で買ってね、うん、あちら美味しいわ、うん、うん、
最高。スパイシー。ね。ポーク。ね。おいしい。おいしい、おいしい。ちょっと辛いだね。辛めなんで。あ、汗かいちゃうから。うん。スパイスが。そう、カジマルくんのもおいしそうね。これ、チキン、ゴロゴロチキンカレーお宅なんで。新しい新作？うん、期間限定。期間限定だと思います。ぜひご賞味くださいね、皆さんね。ユミンありがとうございます、ね、はい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 、いや消えちゃった、あーきつこいね、もうしっこいスペショするわ、スペショしたら G メールがいいんじゃないか、うん、そうする、うん、やばいよ、リスナーさんいじるのやばいよ、うん、病気だ、マジやばい、病気やばいよ、そうそう、うん、なん病気だ、ね、病気病気わかる、私でね叩くなんて病気よ、病気だよ、皆さん、うん、普通の人じゃ絶対に飲んでない、ありがとうございます、どやさんどやさんどやさん、ちゃちゃ、そういうだからそういう風に言って反応するんじゃなくて、私が無視するのはできるかもしれないけど、それをなんていうのこう書かれてる本人かしら嫌でしょ、だってそうそう、なんとかしないと、それが、だからリスナーさんもそれ見るとだ気分悪くなるじゃん、でしょ、泣かないよ、それが目的になるね、そう、いやもうねこれ排除と排除っていうか、うん、もうコメントをスクショしてね、うん、運営さんに送るしかないのかな、それしかないと思う、でしょ、本当よね、ふわっちから来てもほらいい迷惑じゃない、本当に気分悪くなってたり、本当によ、うん、ね、うん、いやもう本当営業妨害よ、本当やね、ね、本当に、そうそうそう、うん、せっかく楽しい時間を、ね、荒らされてね、そうだよ、せっかく楽しい時間なのにね、本当にみんなも楽しい気分なのにね、奈々ちゃんのところのね、うん、リスナーさんで、うん、雑談たのきに自分のこと書かれたんだって、うん、でそれをなんか開示請求したらしいのよ、うん、そしたら全員生活保護だって、うわっ、そうそう言ってた、そうやって全員生活保護、ね、そうリスナーさんがね全部開示したんだって、そうそうそうね、うん、って感じよね、本当に、びっくりするな、うん、ねえ、失うものがないのが一番怖いんだよね、かもな、うんうんうん、本当、なんかそういう人ってさ、うん、なんかもうそのか例えばその開示請求してさ、うん、例えばもうその生活保護だったらさ、もうそなんていうの、もうそのスマホのさアプリみたいなものを使えないのすればじゃないの、うん、分かる、もう、ね、ネット使えないみたいな、うん、いやほら本当に働けなくて生活保護を受けてる人もいっぱい知ってるから、うん、一括りでそれを批判するわけにはいかないと思うんだよ、うんね、だけどなんか働けるのに生活保護を受けてるやつとかもいるからさ、そういうやつが大体そういうこと書いてるから、なんかねそういうふうにね悪口書いたりとかしてさ、うん、できる時間あるんだったらさ働けばいいじゃん、そう
でしょ、だって普通にそんな暇があるんだから。そうそうそう、大体書いてるやつって働けるのに働いてなくて、そうよ、書いてるやつ多いよでしょ。いや、暇を持ってましてそういうふうなことするってさ、結局そうじゃない。ほんとね、うん、社会復帰すりゃいいやん、うん、ねえ、うん、本当やだよね、請求じゃない、はい、ね、こんだけやってるんだったらね、うん、私でもしてるよ今。やってんの今。10人いっぺんに今やってる。マジで今やってるところやってんだ。やってるね、うん、やっぱ60万ぐらいかかる。うん、60万ぐらいかかるね。お金かかるの。かかるよね、うん、そうそうそう今、うん、とあるこの10人の中で1人が、1人の人が、うん、まあ、フワチの配信してるよね。どう配信者だね、1人。マジで、うん、マジ、うん、有名ちょっと一瞬、うん、ね、女の人だね。なんて人、名前、うん、またちょっと決まったらね、配信決まったら、うん、マジ？そう、大炎上ニュースでこれ。あんま関係、あんま関わりないのよ私が、うん、ね、うん、大炎上ニュース、ね、なんかさ、どこに逆恨みされてるか分かんないよね、うん、俺だってなんかいきなり暗示してくるやつ誰だこいつって人いっぱいいるもん。結構同業系もいいよね。同業多い多い、そう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 、うん、ね、うん、すごいよ。だって私スーツケースに入れてなんだっけ、うん、殺すスーツだったっけ、今年、私なんかいつだっけな、7月だっけ、私7月にさ言われたのよ、そうやってなんかスーツケースから中入れて、うん、なんか殺すって、うん、マジで脅迫されたの、うん、あれね、脅迫文あったあった、うん、あれ怖かったよね。それ怖いよね、あれ殺すって。それもなんか今開示してるもんね。開示したら逮捕レベルだよ、ね、あ、警察に言えるってことは。言えるでしょ。言えるってことは警察にね、それも警察だっただよ、うん、脅迫なんだって。脅迫だね、うん、逮捕されるんじゃないの、相手。逮捕じゃないね、うん、うん、あれはひどい。一回逮捕してもらってもいいんですよ、変なやつは、うん、殺害予告だよね、うん、ひどいでしょ、ひどい、最近ひどいね、最近ひどい。ね、大丈夫ですよ。本当になんか最近どんどんなんかあれだもんね、良くなってるから。じゃあ私もね、本当あれなのよ、あの7月ぐらいにそんな言われた時にね、あの相談したのよ。あ、すいません、相談したのよ、あのゆいさんいるのよ、いるじゃない、あの方もその開示請求してたとかしてて。ゆいさんも、そう、ひどいのよ、うん、で、あの相談しててね、で知り合いの弁護士さんでいい人いるかなって言われて紹介してもらったのよ。でもここでね、やった方がいいって言われて、もうあのそのいつもね、ずっとなんなにしてるじゃない、うん、ここでも一回バーンってやった方がいいって言われて、うん、もうね、とりあえず、うん、別にも
もない。そう、見せしめでね、出した方がいいって言われて、うんうんうん、あのほら収まるじゃん、うん、抑止力で、うん、やった方がいいって言われて、あ、これ本当に開示するんだってなるよね、うんうん、だからした方がいいって言われて、うん、そうそうそう、今ね、皆さん、うん、ね、あ、そういう感じ今、うん、ね、カジ君しないの？カジ君はね、うん、今ちょっと今泳がせてんだよね、わざと。あ、ほう。で、俺今あのネット保険っていうのに入ったの、うん、あのジェイコムがさ、やってるさ、うん、なんかネットで何かトラブルがあった時に、うん、その弁護士費用とか全部持ってくれる保険があるのね。それ加入したばっかりなんだけど、うん、今ちょっとわざと今泳がせてて、うん、ある程度のところ行ったらその保険使って開示しようかなと思ってる。そうそうそう、できるんだ。できる。だから今わざとね泳がせてるんで、いっぱいいろんなことをボロカスに言われてるけど、うん、そうだから今待ってろよって今ね見てる人いたらやるのね。やるよ。しかも保険入ってるからほら、うん、費用はほらね、かかんないから、うん、そうね、うん、そんな保険いいね。そう、ジェイコムのリスナーさんに教えてもらった。うーん、入っとった方がいいと思う。じいちゃんなんか規模がでかいからさ。あ、それに入ってる人増えてるんだって。教えよっか。月額700円の掛け捨て。安いね。そう、うん、入っとけば結構いいかも。そうだよね、長い目で見るよ。いや、IP アドレスのやつっていうのは、うん、今ふわちの運営さんもそうだけど、うん、1000円か2000円でできるよね、ふわちの運営さんに言えば。あ、そうなんだ。うん、多分 IP だったら多分運営さんに言えば多分できると思うよ。あ、言えばふわちはどうなんだろう。でもなんか今ふわちがすごいなんか協力的なんでしょ、うん、すぐ開示してくれって言ったら、うん、すぐやるでしょ。あの、すぐしてくれる。そうでしょ。あ、ジェイコム契約してるんだ。うん、あ、そうそう、ジェイコムであるんですよね、うん、なんかね、私の弁護士さんは、うん、ふわっちに言ったらしいのよ、うん、そしたらすぐだったらしいよ。あ、すぐやってくれるでしょ、うん、ふわっちの運営さんすぐ開示したみたい。早いよね。これですみたい、うんうん、そう、ええー、みたいな。そうそうそう、そうそう、そっからでも長いのよ。その IP を特定してからが長いの。そうなんね、皆さん。だって IP の番号わかるけど、うん、その楽天だったら楽天とかあるじゃん、うんうん、その楽天に言うのよ。あ、個人特定のやつは。はいはいはい、ね、サーバー会社みたいな。そう、そこで裁判するの1回ね、うん、で裁判して出すの、うん、そう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 ね。そう、それで、まあ、向こうに、まあ、内容書に送れるのね、うんうんうん、それで、そうそう、大変かもね、ほんと。手の込んでる人ってさ、あの海外のサーバー経由してやってくるやつがいるんだよ。あ、手込んでる人、うん、そういう人もいるよね。私の知ってる配信者の人はさ、北海道まで行ってさ、うん、特定してね、皆さん、うん、家まで行ってさ配信つけていったよ、その人。うわ、犯人の家まで。マジで行った。あってね。そんな人いたの。うん、すっごい詐欺よ。へえ。顔とかも全然違うの。そうなの。女、もうおばちゃん。おばちゃんだったの。それ特定して家行ってどうなったの。まあ相手びっくりよ、向こうもね。うん、そうだ。うん、相手びっくりよ。まさか来ると思ってなかったんだからね、うん、ねえ、だって全然、だってもう本当は違うんだよ。あの可愛く言ったらさ、うん、あれ何だっけ、広い画像で何モデルさんのなんかサムネだったのよ、うんうんうん、あ、女の子が、そう、自分こんな感じですみたいなさ、うんうんうん、やってて本当は違ったの、おばちゃん。ね、すごいでしょ、ね、すごいわ、うん、怖いわね。怖いね。
いや多分ね中年の方が多いみたい。中年の方なんだ、うん、そうやって変えたりするのが多いみたい。今の若い子って結構はっきり言うのよ。逆にね、今の若い子って結構バッて言うんだって、何でもかんでも、うんうん、なんていうの、 KY じゃないけど、うん、バッて思うこと全部言うんだ。思ったことすぐ言わない。そう、でも結構年配の人ってさ言えないじゃん。じゃ逆に遠回りでグリグリという感じ。うん、中年の人ってそうじゃない。ああ、そっか、うん、あんま言っちゃいけないっていう風な環境育ってるからさ。そうだよね。そうだから、そうそうそう、うん、気を使うのは中年高年ばっかりだよ、うん、でしょ中高年が、うん、そう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 、ね、気使うよね、どこ行っても、うん、だってさ、あのあれじゃん、裏と思ってがあるじゃん、やっぱりあるね、ね、今の昔のその人はね、うん、ね、やっぱその本音を言わないことが一応なんて言うの、美徳みたいな、美徳みたいになるじゃん、うん、やっぱりね、うんうんうん、ね、そういう人が結構多いからね、うん、おばさんだけど言わない人っていうのもいるけど、うん、でもやっぱりちょっとね一定数ね、うん、いるよね、そういうアンチの人ってね、そういう人たちがね、どこで間違えたんだってぐらいの暴言吐いたりするじゃない、うん、でもね、大体そういう人って犯人捕まるじゃん、すっごい顔してるもん。そうなの？ね、みんな どんな顔してるの？でもすっごいもう、なんかもうこんなパンパンでね、ほんとわかるの、うん、ぶっさくな顔してる、大体ぶっさくな顔してる、ぶっさくな顔して、大体ね、うわ、気持ち悪いって顔してるよ、大体ね誹謗中傷で捕まりましたとか、脅迫してましたとか見ると、うわ、ぶっさくな気持ち悪い顔みたいな。やっぱ人相変わるみたいね。人相も悪い、人相変わるって言うんでしょ、悪いことばっかしてると。まあ、あれ、そうそうそう、いくらでも外見に気を使った、いくらそういうのやったって内面がそうだから隠せない。でもなんか会うとさ、うん、会うとなんかなんとなくそういうの分かるようになってきて、分かる、最近この時になってきて分かる、ちょっと話したりとかするだけでさ、あ、うん、この人大丈夫だなとか、あ、この人ダメだなとか分かるよね。なんか分かるようになってきたんだよ。分かる、本当に不思議なぐらい。わかるわかるわかるよね。みんなもそうですね。本当。ちょっと喋れば、あ、この人大丈夫だな。うん。ある。うん。ね。お腹いっぱいになったの？あ、うん。なった？お腹いっぱい。行きましょうか。どうした？ね。行きましょう。行きましたもん。行きましょう。じゃ寝ないとだ。あ、3時だわ。皆さん、やばいわ。3時よ。3時。やばいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、米だけででも分かるっていうか、もう出てるもんね、コメントにね、うん、そういうことって皆さん出てくる、出てくる、やっぱりね、うん、隠せないよそれは絶対。皆さんあのね、本当皆さんね、真っ当が一番なのよ。真っ当が一番ね、分かる。そうそうそうね、普段から人に優しい人っていうのはもう分かるの。うんうん、ね、そういうことし、ね、分かるよね。分かる分かる、うん、だって滲み出るよね。そう出てるから皆さん。いや、それは皆さんね、あの私たちはさ、あのみんなそうだけどさ、あの、まあ、観音様じゃないな、そのなんていうのね、そんななんかこう清く正しく美しくな人なんてさ、うん、世の中なんかいないのよ。いない、ね、みんなみんなね、どっかしら多分ねあると思うのよ、悪いところなんていうのは、うん、そうそうそうね、みんなね、うん、そうよ、持ってるよね、そうあるけど皆さんね、うん、でも相手を傷つけたりとかすることはさ、うん、しちゃいけないのよ。しちゃいけないし、やらないよね、うん、そう、うん、ましてやその匿名を使ってね、うん、誹謗中傷するなんていうのは皆さんもう本当あってはならない。そうそうそう、こんなの、うん、殺人と同じよ。本当だよね。そう、指殺人と同じ、皆さん、ね、うん、相手を殺してるんだから指でね、うん、そうそうそうね、そうでしょ、うん、あ、お腹いっぱいだわ。もうすぐ寝れるでしょ。そうね、え、カジュ君あれじゃない、配信すれば、うん、大丈夫。なんでよ、配信しなさいよ。帰る時にするの？あら、
まだカジ君いいって言うのよ。ねえ、ね、やればいいのにね、放送ね。まだいいって言うのよ。珍しいわね。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。いいって言うのよ。匿名さん、あら、4個ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すっぱい皆さん、ほんとに。いや、お腹いっぱいになったね。いや、もうごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱいになったね、ほんと最高だった。私、明日もまた歌うから、皆さん、もう大変だ。もう大変。どこで、どこで歌うの、ひーちゃん。神奈川なの。神奈川行くの。そう、皆さん、神奈川、そう、神奈川、皆さん多いわよ。うん、いくら高いな、330円です。はい、はい、すいません。ハードよ、皆さん。明日お昼からだもん、集合すんの、リュウキさんと。しかもリュウキさん、なんかもう自分歌いたくないとか言ってさ、自分のな歌う瀬戸りなんかもうないからね、あの人ほんと最低、あの人。そうね、私歌ってバカじゃん、もう明日。本当ピーハラピーハラ、本当ね。何する歌って言ったら、クリスハートのアイラビュー歌っときゃいいじゃんって。クリスハート歌っときゃいいって、あーって言うけどね、大変なのよっつって。クリスハート歌うのあんたっつって。本当ね、そうでしょ。うん、ひーちゃん今日誕生日ですと。あ、おめでとうございます。んライブどこでやるのって。神奈川県よ、横浜よ。横浜でやるんだ。そう、横浜でやる。え、めっちゃいいよ。式典でね。え、めっちゃいい、めっちゃいい。あるんだよ。どうしたの、大丈夫。めっちゃいいよね。ね、あきらもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。リュウキさんの得意なことっていうのは、そうね、リュウキさん得意なこと、ところはそうね、なんだろうね、リュウキさん得意なことね。うーん、リュウキさん明るいからね。そうそう、まあ、なんだろう、太陽みたいな。あ、子供に人気だね。うん、子供に人気だね、結構。うん、子供に好かれるわ、うん、やっぱね。うん、多分子供と多分同じなんだろうね。うん、うん、あの精神年齢が、うん、うん、だから盛り上げ、あ、そう、盛り上げ上手だね。本当だね。うん、一瞬で、一瞬だよね。そう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 。うん、私がなんか歌ってるじゃない。そしたらみんなが笑ってんのよ。ふんっていう風に見たらさ、リュウキさんがさ、見たらさ、なんだろう、やっぱねえ、なんかやっぱ私の歌が一番前に出るのが一番じゃないの。うん、なんか自分中心でこうやってるからさ、本当私殴ったのよ。本当ねえ、そう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 、本当ねえ。でも何やってんだよっていうところで何やるか、ね、うるさいわねみたいな。絵面がうるさいって言って、本当ねえ。ちらってみるとね、そうよ、私が歌ってるんだからみたいな。リュウキさんはサポートでしょって言って、本当ねえ、ろくなことしない、本当もう後ろで、ね、修理目立っちゃうんだよ。そう目立ちたいんだ。目立ちたいんだ。うん、もうじゃあねえ、歌ったらみたいな、もう、うんうん、そうよ、本当そんなね、目立ちたいんだったら、うん、本当に、うん、そうねえ、うち祭りいいのよ、本当。ねえ、旦那の悪口言ってるでしょ、みんなもね。うん、それと同じよ、あんた。ねえ、私は言ってんのよ、あんた。うん、あ、こんばんは。本当に。ありがとうございます。ありがとう。でも今日びっくりした、皆さん。今日新年行ったでしょ。あれ行った時にもちょっと飛んだもんね。意識がもう国立。あれ怖いわ。怖かったわ、あれ。あれ怖かったわ、カジュ君。なんであんな飛ぶのかしら。あれは怖かったよ。ねえ。ええってなったもん。飛んだの。飛んだよね、意識が。
飛んだのよ意識がバーンつってね。あんなことあるんだね。やばくない？うん、パーって飛んでたよね。飛んだ私なのに指が動いたね。動いてた。終わってからなんかその意識が飛んだのが終わってから気づくんだよね。ちょっと待って、1時35分からコクリさん私あのスタートしたらしいよ。あ、そうだったの。予言のすごい、うわー1時間3すごいね。予言の日だ。私が予言だわ。やっぱ意識飛ぶぞってことだったのかな。あーかもね。何かあるっていうのは1時35分だって皆さん、うん、うわー予言の時間だ。予言通りだわ。あすごいね、うん、当たったんだ。当たっちゃったねこれ。うん、いや果樹くんもあれでしょ、この間そうだったでしょ。お前やばかったよ。鳩行っちゃったよ、ひいちゃんのところに。本当に叶えないんだよ。いや別に全然問題ないのよ、ねえ、ね、そう皆さん、ね、あれやばかったね。ねえちょっと、いや恐ろしいわ本当に。カジ君は話つけるんでしょ。うん、あ、そうそう、帰る時ね。なあね、もう今いいの。いい。どうして。だってイベント出てるんだよ。いいわよ、別にやれば。やればいいじゃないの。今回ばっかり大丈夫よ。いいの。いいのよ。あら。そうだよ。いいんだって。お互い様なのよ。いつもありがとうだから、ひいちゃん。優しいわね。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。今日ちょっとまた頑張ったんじゃない皆さんね、イベントね。ねえ、だって皆さんもうすぐ私あれだもんね。もうちょっとじゃない？ 24 時間じゃないの。やばい、24時間起きてるかもしれないね。働きますか、うん、9時ぐらいに起きたから今日ね。私会うだわ先生。行きましょう、皆さん、立ちんぼがいる。いる？立ちんぼじゃないの、ねえ9時だよ皆さん、起きたもん。朝の9時起き、そっからずっと起きてるんだよ。やばいね、そう思ったら。長いね。ねえ。長いね。やばい。16時間目？ 16 時間。やだ、皆さん。しかもあれだね、歌ってね。そうそうそう。人前で。16時間か。休憩なしで。すごいね。すごいよ。ほんと、私。タフだわ。タフマンだ。アップライマン、ありがとうございます。明日もハードだわ。明日もハード。あしんどいわね。あ休みが欲しいわね。休みね。ね、休んでちょっとあれだね、ゆっくり、ね、マッサージでも行ってね。そうね。あそこのマッサージとかね。あそこマッサージもね。本当。イケメンにね。イケメンにね。体触られてね。ね。ねっとりと。そうそうそう。ねちねちね。ねちねちね。されてね。うん、ね。そうよ。はいよ、カジ君、車あそこだ私。本当？いいよあっちで。やけど。いいよ向こうで、うん、明日もそのまま朝行ける？ビヨンって行っちゃう。はい、お願いします、はい、あプラマありがとうございます。エロティカをたっ、はいはい、わかりました、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ゆっくり休んでね。あ降りようかな、うん、降りてからあれだ、ね、そうね、降りてね。あのいい？マジックお願いしても。皆さん、端につけたわよ。ごめんね、ごめんね、皆さん。ペニックの出演してるゲームのやつ見た？見てない、見てない。そんななんか、あ、でもなんかね、あ、ごめんね、カジ君、これカジ君、こっち開く？か、こっちドア開く？ドア開く？ドア、鍵をね、開けるんだよ。鍵を開けるのよ。鍵ね、これ、いい？ごめんなさい。ちょっとドアいいですか？開けてもらって。あ、そうそうそう、そうそうそう、そうすれば全部開くのよ。すいません、カジ君、ごめんね。あ、プライムありがとうございます、皆さん。はぁ。なんかね、もう眠ってなんか頭も働いてないもん。やばいな、ほんとね。もう、だいぶ来てんね。その、なんちゅうの。10日間さ、朝と昼と夜とってやってんじゃん。もうなんていうの、もうやばいね私ね、ほんと皆さん、ほんと、10日間皆さんやばくない？
ねえ、昼から朝までってやばくない？私ちょっと、すごいよね、ほんと。あ、カジュ君もうちょっと前かな。あ、カジュ君、あ、もうちょっと前かな。あ、カジュ君もうちょっと前かな。ここら辺ぐらい、うん、もうちょっと前かな、うん、オッケー。いやー、これね、15まで続くのよ、やばいよね。15日まで続く。うん、そう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 、15日まで、お昼とお昼から朝までね、続くのが夕方、あの15まで続くのよ。皆さん頑張らないといけない、皆さんのこと。私、そう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 、ねえ、カジュ君お疲れ様。あれ、これカジュ君ありがとうございます。カジュ君お疲れ様。私寝るよ、皆さんも帰った。カジュ君のおかげね、ほんとカジュ君ありがとう、今日ね、ありがとう、カジュ君ね、ほんと。明日はね、朝神奈川行かない、神奈川ね、横浜に行かないと。横浜行くの、皆さん明日10時に起きるのよ。明日10時よ。そうそう、ん、何、お土産あげたでしょ。もらってね。あった、どこ行った。俺それ言ったっけ。俺いやいや、言ったか。食べたいのこれ。今と忘れ物ない、大丈夫だね。あ、鍵しないと。あ、鍵したよ。オッケー、カジュ君ありがとうね。またね、またね、カジュ君、うん、ありがとう、ね、ありがとう。明日気をつけてね、明日ね。あ、うんうん、またね、カジュ君ね。じゃあ、はい、バイバイ。じゃあね、カジュ君ね、はい、ありがとうございました、皆様。じゃあね、カジュ君バイバイ。おやすみね。おやすみね。配信するでしょ。うん、配信してね。今配信したらどう、うんうん、大丈夫。あの、車行ってからね。あ、そうなの、うん。わかったわ。はい。じゃあね、カジ君。はい、じゃあね、またね。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。ありがとう。はい、ありがとう。じゃあね、カジ君。おやすみ。ありがとうね。おやすみなさい。よいしょ。プラマ、ありがとうございます。じゃあ、私、寝ようかな。ね。あ、ヨキちゃん、ありがとう。寝るわ、皆さん。やばい、ほんとね。ちょっとまた明日やるわ、放送。そうそう、明日はね、ポッキーの日かな。そうだよね、ポッキーの日だ。ポッキー配りに行くよ、皆さんね。いい、よし、明日は。そうそうそうね、はーい、またじゃあ明日。お疲れ様でした。はーい。またねー。おやすみなさーい。はーい。